<laughs> どうも、回想で出てきた、多分偉いおじさんと、101号ちゃんです。前回、精神病院の地下へたどり着いたこちゃんは101号ちゃんと再会しました。なんかめっちゃ気まずい空気だけど、101号ちゃんはこの時どんな気持ちだったその後、101号ちゃんの無言の圧に負けたこちゃんは焼却炉の奥へ進み、一度骨になりましたが、頭蓋骨を手に入れ101号ちゃんに渡しました。しゃべった。 101号ちゃんやっと喋ったねあの頭蓋骨がお兄ちゃんだったの霊安室でこいつにビビった後101号ちゃんの視線の先へ進んだアコちゃんは別館の鍵とエッチな写真を手に入れました毎回出てくる白い顔にイラついた後別館へやってきたアコちゃんはついに101号ちゃんと会話することができましたこの時101号ちゃんはアコちゃんと会話できて嬉しかった そろそろ喋ってほしいな。でっではいつものこいつや扉の隙間から睨んでくるこいつにイラついたりピアノの謎解きでつんだりしました。たかひこあずさトラップに引っかかったあこちゃんは骨とイチャイチャしてる神様っぽいやつと出会いバグりました。しかし101号ちゃんと宇野達也のおかげで正気を取り戻したあこちゃんは悪霊から逃げたどり着いた先にはボロボロの101号ちゃんがいました。うわあん101号ちゃん。あこちゃんをずっと手助けしてくれてたんだね。そうなんでしょ 喋りなさい儀式室に戻り2回ほどミスってぐちゃぐちゃになったあアコちゃんは悪霊退散に成功し現実に戻ることができました101号ちゃん君の活躍のおかげでアコちゃんは助かったんだよ何か言ってよなんで何も言ってくれないの無視しないでよ喋ってよね喋りなさいはい終わりどうもバイキンです血縁できましょう。 え、前回ですね、第3章クリアして、いよいよ最終章やるのかなって思ってたら、皆さん見てください、こちら。爆魔ですね。違います、幕愛ですね。途中のなんか休憩みたいな章なんかな。前回めちゃめちゃ怖かったからね、今回あんま怖くないんじゃないかな。じゃ、行きます。いや、むしろ、この扉入ったら幕愛カンって出たりしてな。めちゃめちゃ早く終わったりして。ありえそうじゃね そう、あのー、昨日、昨日じゃねえ <laughs> 昨日、第三章終わってもらえないのになんで昨日って言っちゃったんだろう。ごめんなさい、寝起きなんです、実は。なんだこのぬいぐるみは。タンスの上には、クマのぬいぐるみが置かれている。かわいい。この家の人の趣味かな。うん。ぬいぐるみ好きなのかな、こっちゃん。まあ、今、今だけだよ。多分こうやってゆっくりできるの。俺、わかってるよ。あたと,と地獄になるのね。おっうのうタトゥーや。 ハトや,やんあっこうやってやっとゆっくりお話できるってことかんあっこさんうのさんああそうだよね出会いの時からすでにもう狂ってて休まる暇もあんまりなかったからこうやってゆっくり話せるの初めてじゃんよかった目が覚めたんですねあこさんははいそのえっと ってかまずここどこ誰んちなんこれあれから2日間も眠り続けていたんですよ。飲まず食わずで。危な大丈夫だとは言われてたんですが、俺ずっと気がかりで。うん、優しい。2日覚えていませんかほら、あの焼けた施設で。あ,あれどうなったんみんなで火を消した後。あれ間に合ったのタクシーでここまで来たんです。ああ。あこさんは その途中でカクンと眠ってしまったんですよ。へえ<ー>、そうだったんですね。まだ頭もまとまりませんよね。何か気になることありますかえっと、全部聞けるかなここはどこですか和服の男の人は会話は起きませんでしたか待て待て後々起きっからどうせここはどこですかその、ここはどこなんでしょうかああ、この家ですね。ここは。 あの霊能者の人が持ってる家の一つらしいです。ああ、めちゃめちゃ金持ってんだな一つええ。あの人はいくつも家を持ってるみたいで。なんで金あり余ってんのか、めちゃめちゃ。マンション暮らしの俺からしたら、別世界みたいな話ですよ。すごい。そんな儲かんのなんかやってるやろ、犯罪。仕事をこなしてるうちに家が自然に増えていったって。おうん。確か、そんなことを彼から聞いた覚えがあります。 へえ、なんか、俺課金ばっかりしてて今金全くないからさ、ちょっと、<laughs> 俺どうしようもねえ人間だからさ、課金に金使ってるけど、なんかいいな、金貯金しとけば俺もこういう家住めたりすんのかな本当に別の世界のお話みたい。はは、まったくですね。他に何か気になることありますかえー、っと、男の人でしょ和服を着ていた男の人なんですけど、まあでも、なんか命の恩人感ない若干。 こんな呪いよく解除できましたね、感あるじゃん。あ,あ、夜行さんのことですね。夜行さんって言うならあの人。夜行さん、出てきてから名前知れるまで結構経ったな。はい。夜に向かうと書いて、夜行って読むんです。死にそう。なんだか珍しいお名前ですね。ですよね。俺も芸名か何かかと思いましたもん。芸名とかじゃないんだ。本名なんだ。けど、本名らしいですよ。 はあ興味なさそう。覚えていますか俺の言った、霊能者の人。あ、はい。うのさんのお知り合いの、うん。そうです。彼がその人なんです。頼りになる人ですよ。用があるとのことで、今は外出していますけど、そろそろ帰ってくるはずです。ゆっくり待ってみましょうか。他に何か気になることありますかうーん、もう会は起きませんでしたかだよね。あの、あれから何も起きませんでしたか 怪異現象というか危険なことは何も大丈夫ですよ2日間何もありませんでしたうわ逆に危険だって2日間何もないならもうたまりに溜まってるぞ呪いの方が早くあいつ殺してってなってるってやこ死ぬ絶対死ぬ俺もどこかで万が一を警戒していたんですけど拍子抜けしてしまうくらいいつも通りの日常でしたいやむしろこの「幕あっていうショーをわざわざ作ったんでしょ これ今までこうやってさ、無事で入れるこの宇野くんが危なくない最後の最後に絶望しそうな気がするんだけど、俺のよそでしかないけどね。覚えていますか彼の言葉を。えー、っと、彼の言葉呪いに勝ったって。そうです。<laughs> 俺たちで呪いに勝利したんです。アコさんを追っていた音量は、あの時完全に浄化されました。もう誰も、何も。 アコさんの身を脅かしません。血縁の呪いは終わりました。ゴリゴリにフラグ立てるでいや。なんて、<laughs> ゴリゴリにフラグ立ててくるじゃん。ちょっと、やめよう。もう幕開の時点で終わってねえの分かってんだから。え、何そのまま平和に終わんの第4章開幕ってさ、うのくんと一緒にうんこしに行きましたで終わったりするわけないじゃん。ねえ、やめてよ。ゆっくりみんなで元の生活に戻っていきましょう。はい。 まだ不安だろう。ご迷惑をおかけ。うん。ありがとうございました。何安心しきってんだよ、バカだれ。アコさん、ここまで来られたのもきっと、宇野さんのおかげです。宇野さんに会えていなかったら、私今頃、ケチャップになってただろうね。俺がやったのは、裏方、サポートだけですよ。一番頑張ってるよ、お前が。きっと、アコさんの力は、すごいものがあるのでしょうね。えあの石。 アコさんは普通に使っていましたけど一般的な霊能者にもあれは使いこなせないらしいです。てかそっかちょっと若干前回もうだいぶもう毎回1週間おきに撮ってるからさ若干気を怪しい部分あったりするんだけどあれだよね確かあのなんか海藻みたいなやつでなんかアコちゃんの本物のお母さんらしき人がなんか人じゃない何かとエッチして子供産んだよねで多分それがアコちゃんなんでしょエッチしまくって子供産んでエッチしまくったんだねうん。 だからそういうのも使えたりするのかなもう純粋な人間じゃないと思うから力が強すぎてうまく扱えないのだとかああアゴちゃんも多分何も知らないもんねまあ詳しい話は後で彼から聞くとしましょうか他に何か気になることありますえあエッじやねえやもう大丈夫です今のところは大丈夫ですわかりましたでは夜光さんの帰りを待ちましょうかえこのまま進んじゃうんだ ちょセーブしたかった。この子がいる。えなんで毎回、キスする距離宇野さん、追っ始めんなよ。んどうしました映画とかドラマだったら、こういうちょっとさ、なんか何も起きないぐらいの、なんか何か起きる直前の日に大体いいエッチするじゃん。エッチして、で大体どっちか死ぬじゃん。んどうしましたその、あの時はすいませんでした。え えっと、あの、いきなり抱きついてしまって、何かを赤くしてんだよ私、本当に、そんなつもりはなかったんです。まあまあまあ。ただ、勝手に、気づいたらああなってて。いいですよ、大丈夫です。緊急事態でしもんね。なんでお前が冷静なんだよ。あんな目にあったら、誰だって何かに飛びつきますよね。でも飛びつく人間も信頼してる人間じゃないと多たぶんしねえぞ。知らない人にたぶん飛びつかねえだろ。はい、すみません。けど、たぶん、 恋か。恋しちゃったんだ。多分気づいてないでしょう。でしょ今の若い子多分知らないだろうね。こういうの歌。ね。ラブレターだっけ曲名だななっけ忘れちゃったは。チェリーだ。い、いいえ、ごめんなさい。なんでもないんです。一生顔若いじゃん。私は。えや<っ>ゃまなもどにせえやあ、すいません。これ俺の携帯ですお前かいちょっと待っててくださいね。 あ,あ、何の歌これそこで電話するもしもし、うのです、その距離なら座って電話してもいいだろう。あ、お久しぶりだなこいつ。それこっち死んでないね。なんか、いつの間にか死んでるじゃんっていう人めっちゃいいのに、こいつだけ死んでねえんだな。あの、警察とかさ、あの、マンションに住んでた人だって死んでんのに。もしもしぼ、僕だけど。ああ、せ、先輩。え、どうしましたどうしたじゃないよもう。バイトか 僕さ何回も宇野くんのの携帯に電話したのよそれなのにずーっと何の返事もくれないでさバイトにも来ないし一体どうしちゃったのかしらあすいません本当すいません先輩その今はちょっといろいろ忙しい状態になってるというか忙しいって大学ん専門学校だったっけえっとまあ彼女だ。 女だ。せ、先輩彼女だ。彼女ができたんだ。ねえ、そうなんでしょいや、別に俺は。だってお前、公園にいた時お前突き放したやんけ、怖くなって。お前突き放さないで、もし一緒にいてくれたらお前多分、死んでるな。多分死んでるわ。いや、別に俺は。あの時の子だ。あのちょっと病んだ感じの子。宇野くんってば、あの子を連れて帰ったんでしょ あ、え、そっか。まあ。はあいいよ、よろしいよろし。い。君たちは君たちで仲良く幸せにやってちょうだい。ないねだる。切れちゃった。どんまい。かけ直さなくてもいいよな。いいんじゃねむしろ着信拒否しろ。んけどよかった。先輩も無事だったんだな。あの、 あ、いや、なんでもないです。普通に知り合いからの電話で。ははあ、何を話していましたっけはは <laughs> 忘れちゃいましたね。何こいつ。根っからのいいやつ感すごいな。ちょ、一回セーブしに行っていい一回ロードしよっかな。ロードして、この他の部屋とかも入れるかもしれないからさ。あでも、普通に変わんねえかな。ちょ、一回ロードしていいえっ、ー、と、ロードして。こういういの、あ、便所か。えああ、そっか。2日間。 してなかったもんね。大丈夫トイレはもういいかな俺にちょっと音聞かしてく。おいくる、なんかこういうところだぞ。どれも見たことない形、例的に何か使うのかなああ、別に何だろうな。後々調べても大丈夫そうなところだね。立ち続けてる熱さをかきそうだ。これ玄関かなちょっと待って、もう一回脅しいしなんか意味わかんない状態になっちゃったな。ちょっと待って、じゃあ、うんこしよう、ちゃんと。そうそうそうね。うん。グロー話してる間も多分匂いか便いかわかんないから多分めちゃめちゃかましてるんだろうな。うん。エミリーと同じ状態にならない方がいいよ、マジで。 エミリーみたいにさ何かが起こってからトイレ行きたいなったりさ、それで後々死んじゃうかもしれないからね。えーっと、でも,もう一回調べるか。さっきの時間いる後々絶対ここら辺、また何か幽霊出てくるやん。おーんつって。絶対あるって、いくつか。なんか俺が払いくなってきたんだけど、達筆すぎて大まかな意味しか分からないな。うん、まあ霊能者の王子なんでしょうねえ、そこれ多分一つの家で、なんか、あの本家じゃないでしょ、本家。本家じゃないでしょ、うんこしてきていいすっきりしてきたぜ。 ちょっともこっち側しか調べるところないよね。宇野くんちょっとしばらくトイレ行かないでね。夜行さんは4時とのことで外出していますけど、午後には戻ると言っていたので、そろそろ帰ってくるはずです。うん。それまでゆっくり待ってるとしましょうか。じゃあ午後なる前に何か起きるな。テレビとかは見れるんか旅番組がやっている、よくある田舎へ出かける番組内容だ。そうだな。私もどこか遠くに行ってみたい。 これもうさ、最終章の舞台ってキャラや村とかになるんじゃないのねえもうそれ以外なくないなんかもうあこちゃん自分からなんかそういう場に行ってなんか真実を追い求めるみたいな話になりそうじゃねこちらの引き出しにはアルバムらしきものが並んでいるうんビデオとか見るんだね夜光さんも生き生きとした観葉植物だ肥料も十分にもらってるのだろうちゃんとしてんだねおい佳菜子ここ,こんにちはこの子よく分かんないもんねあこんにちはよかったわ元気になって 話に入ろうかなって思ったけどタイミングつかみ損ねちゃって改めて初めまして私は古谷加奈子っていいますうんまあ夢の中が初めましてだったもんね私のことを覚えてるもちろんですはいもちろん私のえー、っと私の大学の友達あれごめんなさい暗示がまだ少し残ってるのね本当はね私 夜行さんの元で働く見習いなのおお<う>と言っても霊力が弱いから暗示のお仕事ばかりだけどねお前さやさんの二の前なんだよ暗示そう呪術とはまた違うのよ暗示を使って尋問や精神的外傷のケアをするの忘れた方がいい記憶を塗り替えたり封じ込めたりねえっ、ー、コちゃんにも暗示をかけたけど結局失敗しちゃったんだえっとだからごめんなさい 私、同級生でも何でもないの。そうですよね。私、大学に友達なんていなかったし。ああ、そうなんだね。あの、よかったら、これから友達になってほしいです。私、もう、誰もいなくて。いいのはい。むしろ、お願いします。あこちゃん、優しいのね。記憶を操作しようとしたことを、怒ったっていいくらいなのに。うん。いいんです。 ずっと怖いことばかりでしたし忘れられるならその方が良かったのかもそうかもね怖かったしきっと辛かったよね血縁の呪いは終わってもすぐに元の生活とはいかないしこれから仲良く一緒に過ごしていきましょうねああいいやつやんちょっと待ってこれキャラクターにも出てたりしない、ねね、年齢とかみたいなあるね少女え年齢不詳外見年齢は10代前半 本名はシズナえー、ここで名前知れるんだお前シズナって言うんだなアコの前にたびたび姿を現す少女の霊体であり科目ながらも彼女にとって助けとなる情報を提供したその正体は精神病院に、えー、捉えられていた実験体でありケガレを払う血液という特殊体質を見込まれていた病院内が呪われた際生き残ろうとした院長によって強引に血を抜き取られ死亡うん日本刀で刺されてたからね病院に日本刀あるのすごくねでアコか何か <laughs> 似てはねえな。一瞬、あれなんか、あれ家族っぽくねって思っちゃった。えー、年齢不詳。外見年齢は30代中頃。まあ、外見年齢ってこれ、まあ、アコちゃん視点からの年齢だよね。もう、なんか、実際そうかは分かんないところでしょもしかしたら、このしずなちゃんだって42歳かもしれないもんね。えー、夫符や、えー、敷紙の扱い。呪い封じや、呪い返しを得意とする腹石であり。呪い返し腹石であり。界隈では広く流してられてる。常に何らかの、 仕事を受けている状態であり、一箇所に身を落ち着かせることはほとんどない。過去の事件を機に、宇野からは全幅の信頼を寄せられており、霊的な出来事があるたびに相談を受けている。へぇ。で、古谷かな子ね。23歳脇あっ、でもまぁ、あ、子の ?2 個上ぐらいなんかなヤコ子のもとで働きながら見習いをしている。生まれつきの霊力はさほど強くなく、除霊や結界生成は苦手。しかし、アンジェの技術に関する火災の有しており えー、呪術とはまた別の方面からヤコの活動を支えている。今回の血縁事件に際して、えー、音量による強烈な憑依を経験してしまったため、後遺症から立ち直るまでは、えー、療養生活を送ることとなる。そうだよね。ブーンってなったもんね。はい、大丈夫ですって言ってたもんね。大丈夫です。アげこさん、この顔見たことしたら、このサメですよって言ってたもんね。コーヒーメーカーだ。使い方よくわからない。私もね、仕事ばかりで友達とかはいえなかったんだ。だから素直に嬉しい。へえ、かなこたん。 お腹かなこたん呪術よりも素養があるって夜光さんも言ってくれるんだバカにされてるだろそれそれはそれでバカにされてるだろいやまあうんまあ料理できるのすごいと思うけどにしてもよ君が本気でやりたいのはそのなんかあれでしょその暗示なんでしょなんか <laughs> なんかあんま嬉しくなくないそれさすがによそさまの冷蔵庫開けちゃダメだよねいいだろ別に勝手にうんこしてるし えー、棚のガラスは透き通っておりアコのかもはっきり映り込んでいるうん俺だったら絶対人んちそんな仲良くない人んちでトイレするんだったら一言言うけどねトイレ貸してもらってもいいかなみたいな紅茶のカップがたくさんなんだかおしゃれでいいなうんえっこういう家なんだ金あるないい家住んどるやんけ待ってここから外見れるってことはなんかありそうだなここ静かでいいなゆっくり毎日を過ごせそう うん、セミが鳴いてるな真夏だなあ,あここ2階かあてか2階それそうだよねベランダにいたし一般的な電話だ問題なく使用することができる <laughs> そうだよね今までの電話何も使えなかったもんね自分ちも読みかけの小説が置かれてる誰のものだろうかなんでここに置く推理小説なのかな何これなんて読むんだこれいっぱい書かれてる何なんでロッカーあるねロッカーの中にはいくつかの白絵が入ってる このロッカーにはいれんやろなんでみんなこのロッカーこう日本で爆爆流行りしてんのうーんと古谷かな子との札がかけられた扉だ鍵はかかってんないらしいああまあ一緒に働いてるみたいなさいそのなきゃ古谷じゃん夜行のところで働いてるっつっから一緒の家に住んでんのどの家にも古谷かな子の部屋があんのおいこれ夜行がちょっとめ外したらいろんなことしてえっこふ服って書いてなかった かノこさんのものだよね仕事で来たりするのかなおー巫女府は袴おー護符や宝玉ペンライトなどがあるおそらく仕事で使うものだろうダメどの道具も一般的な範疇の力しかなさそうね <laughs> お前プロかよあれ今私何を言ってたっけえやっぱお前の意思じゃねえの今のえ宝玉しか持ってねえこれのおかげで助かったんだよね ありがとうこれ常日頃もう肌身離さず持っとけよこっち側はあんまり見ない方がいいよねああ下着かへへ <laughs> え楕円形の鏡にはきょとんとしたアコの顔が写っている鏡に映ってるだけでなんというか安心するないやそうよ3パートぐらい連続でずっと夢だったからねここはんお風呂じゃんおいこれ少し痩せたかなちゃんとご飯食べないとまだ、あ、何も食ってないもんね2日間これこ この署にもあるん、チェンキ。ねえ。だって一緒二章どっちもお風呂シーンあるんやで。お風呂があるところ必ず風呂入るやん、この子。で、必ず一枚やくれる。湿ったタオルが入ってる。誰かが風呂を使っていたのだろう。今日喋れるな。無駄に。よく見かかれた洗面台だ。この前よりは顔色も良くなったかな。うん。ま、あ今はもう終わったと思ってんだもんな、お前。風呂は。いい風呂え、アコちゃんちの家の1.5倍ぐらいない 窓から日光が差し込んでいるカーテンの方はんカーテンの類はついてないようだうんアコのくるぶしから頭頂部までが余すことなく映り込んでいるおいあちこちに傷があるな早く直してきれいにしないと注射打たれた時足めちゃめちゃ怪我してたよねあれもなんかこの今までのあれでいっぱいついた傷なのかな予備何のための椅子なんだろう夜光さんとかな子さんが2人で入るときとかおい。ははは そそんんんななななこことといいよねそんなことあるんじゃないのやってそうやんけなんかいやこの部屋だこれは不可解な存在もいない古めかしい本なのだわっつわっわわんわっわっその本ばかりが入ってるうんはいどれも難しそう霊的な何かについての本かなうん血縁の事例という表題のものもある血縁って他にも今まであったの終わったことらも私にはもう関係ないんだ つ、ね、の変わった棚の形の棚だ使い方もよく分からない薬局の奥とかにこういう棚があったっけあっ千と千色の神隠しのあの腕長えげ爺いのやつやんおー、みたいなさおれーおれみたいなさ <laughs> 全然似てねそれぞれの引き出しには人名の書か,かれたシールドが貼られてる個人情報みたいなやつかなあまり触るのはやめておこう,おうダンボールの中からどことなく焦げ臭い空気があだよなんで あの施設にあったものをここに運んできたのかな運んでくんなよ。呪い連れてくるやんけ。あと何もなくね。あ、まだ玄関か。ここが本当の玄関ね。えー、下駄ブーツ、スニーカーなどなど、さまざまな履物が揃えられてる。鏡もあるな。鏡の表面には汚れ一つない。こまめに掃除されてるのだろう。うん。で、幼い頃の佳奈子ともし少女の写真が飾れて。え、そんな昔から一緒にいるんだあ、そうなんだじゃ。ほぼ家族みたいなもんじゃん。 あだからあのー、風呂の風呂置きもあれなんじゃないのねなんかちっちゃい頃一緒に入ってたみたいな感じいかいここはチクラとの札がかけられた扉だ現状に鍵がかかってる誰だチクラってえなんか関係ありそう外に出る必要がないそうだよねーどこ行く一回探索し終えたからもう一回部屋戻ってみるあいつ帰ってこいよヤコええええ ええおーらんやねん。今、誰かかどうして呪いは終わったのに。だから終わってねえつっとるやろこれ幕合い、ね、幕愛やねん幕愛爆魔ちゃうぞ幕愛や。ま、でも、ほぼママやろ。ほぼママって何嘘。やっぱり誰かいる どうしてこっち向くぞ。あ、向かねえわ。どこ見てん隠し部屋かまた。ね、ねえ、誰なのどうしてそんなところにいるのあなたもやっぱり、本領こっち向くぞ。え、来てええー、なんだよ。い、ごめんなさい。 何がま、何かあったんだろうね。嫌い村とかで。消えた。な、だったの今の。知らないよ。おい。達筆だよ。開けることできないよ。何もないんかよ。何かありそう。え <laughs> な、雰囲気だったじゃん。え、俺もちょっと気緩んでるな。精神病院でこの演出だったら多分ビビんないのに。 あビビるわ。あビビんないわ。なんだか、頭痛い。ああいや、今一瞬見えた。今指輪分かんなかった。なんだった三人真ん中あれ高彦か。で、左多分、朝さんなんかえ、あ,はあ、はあ、は。誰も助けに来てくんで気づいてくれてねえな。 大丈夫か何なの今の。私のものじゃない映像が流れ込んでくるような。怖い。うんうん。なんだか悲しい。うのさんたちに言っておいた方がいいかな。言っとがいいよ。でも、私の単なる気にすぎかもしれないし、出たよ椅子動いたら気にして、うんなんか私の勘違いかなとかさ。毎回毎回お前それで命がけになるから死んねえ、祈、んだよ、おい。 あんまり迷惑をかけない方がいいよね。言うだけ迷惑じゃないやろ別に。なんでやねん。ここまでやってくれてる人たちのこと気にして言うの、言わないの意味わかんねえわ。なんでこんな今日喋れねえの喋れると思ったらよくわかん口まん、あ、はい。まず話しかけた方がいいよ。絶対。えぇ、ー、言わねえのあ、さっきのこと言った方がいいのかな。でも不安がらしちゃうし、今はまだいいよね。今はまだいいよねって後々言うつもりなの。だったら今言っとけって。 おめぇ、なんでそう甘いの自分に。ダメだよ、絶対。今言わなきゃ、お前。また、だからお前第4章があるんだぞ。行ったら多分、この幕開で終わってたんで。お腹が減ったら私に言ってね、料理番任されてるの。うん、それですね。いや、もう、カナコに関しては言うつもり一切ないやんけ。なんで、うの達也だにだけちょっと、ちょっと、早く帰って来いやん。ひゃっ。んおう君も目が覚めたんだね。あ、はい。 その、えっと、やこうさんむ、彼らから聞いていたかその通りだ私は夜行名字はないあえ名字じゃないのこれ夜行えっ夜行夜行かもしんないの佐藤夜行とか見ての通り霊能者をしているよはあ厳密には腹石や呪術術師などと呼ばれてるが 霊能者の方が覚えやすくていいだろうな。はい。霊能者さん。あインチキではない。そこだわ、ええ、分かってくれれば十分だ。はい。あ、来た、カナコ。お帰りになられたのですね。あやるべきことはおおむね完了させてきたよ。じゃあ一緒にお風呂入ろうかとか言うなよ。ここも変わりないようだね。君の調子は回復してきたかはい。一応落ち着いたつもりです。よろしい。では、君。 は,はい私はねさっきまで警察と話をつけてきたんだもちろん君のことでね警察も二人ペアでさなんかおっさんの方は死んでなかったよね警察そう怯える必要はない君は今日から自由の身になったもう警察が君を追い回すようなことはないおういすごいだな,なこの人えそれってどういうことですか詳細は彼に教えてもらうといい 家の前で待ってるよ家の前彼君の知ってる人だお詫び返したいと言っていたよえ誰え誰かいたっけ他に男の知り合いで分かりました警察かそれこそえー、なんか俺ちょっと不安なんだよねかなこ、どこへ行くあえっとそう怖がることもないよ安全は私が保証する心の準備ができたら玄関の外に出てみるといい はい、あもう玄関出ろってこといや若干このかなこがさちょっと不安要素じゃない一回取りつかれてるんだよねだから呪いがこの子に入っちゃってみたいなでなんか結局呪いまだ全然元気でしたよみたいなさありそうじゃねそこ上がることもないよあはいはいはい外に出るときは私のサンダルを使っていいわサイズも多分問題ないはずだと思うの燃やしていいサンダル履いたら出よう えー、セーブしてー、でよっか。よし。ああ、やっぱ消す。やっぱ一人だ絶対死んだこれ、右の方。ほんと一瞬出てきただけや、お前。かわいそう。なんか説明増えたりしないうん、増えてないな。まあ、今教えてくれるんかなおかげで、君のおかげ、君を追ってたら、おか、あ、お久しぶりです。春山あこうさん。いや、お話を聞いていませんか そう身構えないで大丈夫ですよ私は自分の見当違いを深く恥入ってるところなんですですからこうしてお詫びに参った次第でして、はああ信用してくださいますか多分その一緒にいたやつ呪いに殺されたから信用することになったんじゃない信用できるようになったんじゃないの信用してくださいますか殴れはい 大なお心遣い、感謝いたしますそれでは春山亜子さんははい春山家の事件にまつわる調査は本日をもって完全に終結しました終結あなたは犯人ではありません、うん、私もそれを正しく認識しました度重なるご迷惑をおかけしたこと深くお詫びをいたします申し訳ございませんでした殴れ いえ、その、なんていうか、大丈夫ですから。そんなに頭を下げないでも。逆によしよししてやれ、今。なでろ。ほっぺもなでろ。先ほど、彼、夜行さんからはお話を伺いました。この旅の出来事について、その一部始終といえるものを、霊的現象、呪いについても。<laughs> 実は我々警察にもその手の部署があるのです。ええー、公表されてはいませんがね、実際に存在するのですよ。警察をしましても、霊的存在を全否定しているわけではないのです。人間による犯罪と比較すれば、その件数は非正でしょうが。しかし、存在はするのです。私もそのことを通感しました。今まで信用してはなかったんだな。部下を失いましたからね。あ,あ、やっぱり、いたもん、組織に。 呪いによって彼は亡者に取り込まれました。私がもう少し早く気づけば、あるいは救えたかもしれません。どのタイミングで疲れたの己の無能が悔やまれるばかりです。うん。刑事さん。失礼しました。お話を戻させていただきましょう。ヤコさんには過去何回も捜査に協力していただきました。ああ、そうなんだ。そんな彼から事件についてさ詳細な説明をしていただきまして。 我々警察も彼の意見を採用し本件の扱いを決定したのです今回の事件は人ならざる常ならざる存在による所業だとはいそして先日呪いは収束したのですよねあなたが活躍なさったのだとか私は寝てただけだな現実的にはすでに存在しないもの それも霊体を逮捕することなどできません。警察は以降、えー、本件については報道規制のみを行うことでしょう。ゆっくりと忌まわしい記憶が皆の中から消えていくように。春山ア子さん、はい。あなたにあらぬ疑いをかけ、容疑者の世に扱ってしまった。すべて私のちろです。本当に申し訳ありませんでしたい,い,いえ、本当にもう大丈夫ですから。 ま、普通は疑うよね刑事さんもごめんなさいはい私が恨まれていたんです私が春山の人間だからたまたま私を調べたばかりに呪いに巻き込んでしまってそれが我々の仕事ですから彼も覚悟はしていたはずです絶対覚悟してないって呪いに襲われるなんて誰も想像できないだろうそれに春山さんは 何い,いえ、これ以上は私の領分ではありませんね。何かしてんな、おめえ。いずれ彼から説明があることでしょう。は我々は生きていきましょう。死んでしまった者たちの分まで、足にそう。死者が何を望む,望むのかなど、我々には理解しえませんが、自分なりの思い込みを生きる気力にはできるはずです。ケジタン。口、 何こ,れこれ口はばったいっていうんだね口はばったいこと言いました老人のされごとですお忘れください長くなってしまいましたね私からはこれだけです今後我々警察があなたを疑うことはありませんあなたは自由です誰の目も気にせず生きてくださいはいご丁寧にありがとうございますそれでは <laughs> 今死ぬなよ目の前で死ぬなよ な,んな,んなん、な、ヒロインか <laughs> ラブコメのヒロインやんじゃあねた、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 タッタッ,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 タッュッデリリみたいなさラブコメ演出すみませんひとつだけよろしいですかえはいこれをどうか何チンゲお守りを手に入れた誰のこれはただの 市販のお守りですが少しでも力添えができればと人からもらったお守り効力あんの彼に私の部下に渡そうと思っていたのですしかし今はこれは春山さんが持ってるべきものなのだろうなと、ね、気まずい死ぬほど気まずいじゃんそうありがとうございます大事にしますきっと彼も浮かばれるでしょう浮かばれねえだろ絶対に もしかしたらいずれまたお会いするかもしれませんね。ええ行きませんね。つい不必要なことを。では今度こそ失礼させていただきます。お前も呪われてんじゃねえのもうこっち向くなよ。いや、長えなお前のターンお疲れ様でした。そして申し訳ありませんでした。はよ、行けやもう。いいって。 もう一回走ってこっちにキスしようとすんなよ。自由。自由か。本当に、終わったんだ。終わってねえって。あ、終わりかな幕合い。あ、え、終わってねえな。いやあ、舐めちゃいけないんだろうな。多分。ちゃんとこの人も何かありそう。どうなんだろう。 ちょっと一周編集で、ここだけ音量上げていいもう聞こえるよね <laughs> なんか。<laughs> おい、あの刑事来てからだぞ、おい。てか、お守りじゃねお守りなんじゃねえの呪い入ってんの。どうだろうか。警察の話を聞いたこともある。少しずつ実感も湧いてきたがな。うん。まだよくわかりません。なんていうか、全部が夢だった気もするし。 それでいて、全部が現実だと分かっていることも確かなんです。お父さんも、お母さんも、その、うん、ケチャップみたいになあたね。一人べちょべちょなって、もう一人は石みたいになあたね。その、私の友達も、みんな、もういないんだって、分かってはいるんですけど。アコさん。そうだな。それが普通の反応かもしれない。いきなり切り替えろというのも、急すぎる話だったかな。 気持ちの整理はいつでもできる。今は休息を優先するといい。はああ気まず。一つ提案というか、実質的には強制なんだが。はあ、この住居、そのまま君たちの持ち家にして構わない。ええー、しかも君たちうのくんもなんでうのくん家あるやろえ、何やめろよ。なんでもうイチャイチャ展開になってんねん。 え春山邸も、彼のマンションも、浄化作業が終わっていないしな。あ、なるほどね。てか、アコちゃんに関しては、あの家戻りたくないだろう、絶対に。浄化とか関係なしに、あの家で、母ちゃんとか死んでんだぜ。エミリーも。何より、君たちは自分を回復させねばならない。思い出せでしょあの家帰ったら。ここなら守りは鉄壁だ。四方に結界を巡らしてやる。絶対意味ねえって意味ねえって俺の経験が言う、絶対意味ねえって 疲弊した君たちの精神へ、雑量が付け込むこともないだろう。生活のサポートは我々が行う。金銭的な心配はいらない。なんでそこまで尽くしてくれんのめっちゃいい人やん。かなこをここに残しておくから、彼女から私へ連絡もできる。これから日常系アニメみたいな始まんねえかな。どうだろう。これについて異論はないかな。え本当にいいんですかああ、無論だ。むしろそうでないと困る。 君たちの完全回復を見届けるのが私の仕事でもあるからな。すでに、宇の国には話をつけてあるんだが。一応、君の同意も得ておきたい。どうだろうか。もう喜んで受けるやろう。うの野君と一緒にいれるし。ありがとうございます。その、よろしくお願いします。かな子もね、友達になったしね。いや、死ぬなよ、もう誰も。かな子、普、普通になんかちょっと好きだもん、俺。なんか、キャラが。あの顔見て、ね。あ、こいついいやつやと思ったもん。 あこちゃんが元気になるまで私、一緒にいるからね。友達は、いるんだよ。かなこたーん。やこたーん。かなこはともかく、私は結局骨ぞ、骨の髄まで腹石だ。それにしかなれないし、その規範にのっ,とって行動する。君を保護しても、親にはなれない。友達にもなれない。友達にはなれるかもしれんやろう。なあ、性癖はつって。 首フェチっつって、私持ってたら友達になれるかもしんないやん。私は腹石だ。私の言いたいことがわかるかなそれは、君の心の負担を考えず、ここで自分の役目を果たしたい。君たちを襲った血縁について、ここで全てを話したいんだが、構わないかな君の精神は耐えられるかな耐えられません。つ、それを知ることで、君は自分の状況を理解できる。 なぜ呪いが終わったと言えるのか、そこもわかるんだが、どうかな。私は、大丈夫です。はい、大丈夫です。お話聞かせてほしいです。そうか、安心したよ。では、心置きなく行かせてもらう。<laughs> なんか言い方がな、心置きなく行かせてもらうって。さて、はじめにすべての前提から話そう。君やうのうくん、そしてその周囲の人たち。皆を襲った血液の呪いは、実のところ何も収束していない。 はえ収束していないそうだ。呪いの根源となるものが未だ健在という意味ではね。呼び起こさなきゃいい話その存在は今この瞬間に至るまで何もダメージを受けていない。これっぽっちも揺らぐことなくこの世のどこかに渦巻いている。ちょ、い、いや。でもアコさんはあの音量確かに。お雛様のことですね。ああ。 そのおひな様については完全に浄化することができている。あ,あいつはもう出れこねえんだ許さない。逃がさんない。でしょそれは確実だ。あいつはもう出れこねえんだ。だが、しかしね、あれは呪いの根源とは別物だ。強力な霊体に違いはないが、それでも根源ではないんだ。あれだよね、確か前回、ちょっと、なんか変な世界行って、なんかもう、なんか骸骨を、 エッチみたいなことしてた、あの黒いやつじゃねえのあれが泣く泣きの姫なんか本体みたいな感じそんな感じじゃねえのかなそうなんですかい,いえ、俺もそれは、どういうことですか、横尾さん。呪いに殺された被害者たちが刺激され襲ってきただろう。君のご両親や友達がそうだったように。はあおひな様もそれと変わらない。細部は違うが、おおむね同じだ。 あれもまた呪いに操られた被害者であり人形だったんだならそう我々はお雛様という操り人形を一つ解放しただけお雛様と血縁の根源の始終関係を断ち切っただけなんだーーうんはい我々が成し遂げたのはたったそれだけのことなんだえええもうでももういいっすよね別に 関わらなきゃいい話でしょ血縁の根源は手駒を一つ失ったにすぎない。それ自体が無傷というのは理解してもらえたがな。それだと俺たちはだが心配することはない。え血縁が執念深く追跡するのは呪われた血を引く一族のものだけ。たまたま一族の近くにいたために呪いに巻き込まれた部外者は別だ。え 血縁の呪いは対象となる一族以外の人間を識別できない。呪、俺、うん、んあ、危ね今なんか詰まった。呪われた血を絶やすにあたって必要のない行動だからな。ここまではわかるかはい。でも刑事とかも殺されたけどあれは別になんかただのお遊びってことうん。う、は、の、あ、くんは言うまでもないな。君は春山家の人間ではない。この言い方的にやっぱりアコちゃんは春山家の血を引く人間ではないってことか。 血縁者ではないのだから、流れ玉にちゃ対処すれば、えー、追撃はない。そうですね。そして、あえて名前で呼ぼうか、アコさん。おう。はい。君もまた、春山家の人間ではない。でもさ、これさ、今、冷静に考えたら、多分第一章から伏線貼られてない これ多分5年前からこのストーリーになるはずだったんじゃないのだからさ、だってあの電話、確か高彦の電話の時に君は関係ないみたいな話してたよね。それも多分そういうことだったんじゃねえの春山家じゃないから。え、だったら俺今まで高彦とか疑ってたけど、まあ、やってることゴミクソだけどさ、でもアコちゃんはちゃんと愛してたのかもしんないね。なんか、本当に逃がしたかったのかな関係ないからみたいに言ってたし。え春山家のことについては部下が詳細に調査した。 悪いが、君の住んでいた家にも立ち入らせてもらったよ。あそこに下いっぱいあったっしょ一階最奥の開かずの間。そこにご主人の記録があった。村を出てから今に至るまで日々更新されていた記録だ。うん。その冒頭に、一人の赤子を養子に迎えたと記されていた。名前は、アコだった。えー、そんな、そんなことって。 もちろん、その記録だけで我々,我々も確信したわけじゃない。君に暗示をかけた施設で血液検査もさせてもらった。すると、やはりと言うべきか、君の血液は正常だった。孤独に手を染めた家系特有の不穏な事実的因子は皆無だった。だからね、私は結論せざるを得なかった。君のご先祖は孤独と全く関わっていない。つまり君は春山家の人間ではない。 育ての親が彼らであっても、君の血は春山のものではないと。わーいいか、よく聞いてほしい。血縁が、春山の人間とみなすのは、次のどちらかに該当するものだけだ。まず第一に、直接春山家の血を引いて生まれたものもう一つは、春山家の人間と、血切り、子孫を宿したものお及びその一族。春山家に嫁いだものや、 そこから三神党内の血縁者なのか該当する。第一は無論、第二のケースも考える必要はないだろう。ご主人の指揮は、アコさんのことを呪いとは無関係と明記している。ああ、やっぱそうなんね。アコさんの血縁者と何かがあれば、そのように書くはずもない。うん。でもだって一番狙われてないアコちゃん。なんでなそれ。それ知ってんのだからね、血縁の呪いからすれば、 アコさんもまた部外者なんだ。春山高彦さん、アッサさんと同じ家で暮らしていた部外者だ。たまたま呪いに巻き込まれただけで、血縁は君個人を認識していない。君の立場も、うの君と同じだ。私はお父さんとお母さんはつ、あ、泣いてるわ、私私ね、何それ そんなこと言われたって。すまない。立て続けに話してしまったね。私の言葉を何から何まで理解する必要はないよ。理解せざるを得ないけどね。ただこれだけははっきりと伝わっていれば嬉しい。君たちはもう、安全だ。だ、んだ、んだ、んだ、なわけないだろうおい。何今からアコちゃんとぬくんで出てこないで幸せなってこれから主人公ヤッコになったりすんのよ、第4章。血縁の呪いは、 もはや君たちを補足できない。その気になれば、いつだって新たな人生を踏み出せる。えここまで、こんなこと言ってて、なんで代表書あんのごめんなさい。私も、アコさん。いや、もう、わけわかんないけど、あのー、やっぱ、女の人あれだな、やっぱあれ母ちゃんでしょあれが本当の母ちゃんやん、やっぱり。昔からいろんな人に変わったやらと言われてきた。 お母さんが若すぎるこことととや過までに優しいこととかああそうだねやっぱみんなも思ってたもんね高彦が何歳だっけ忘れたけどだって朝さん15歳ぐらいで子供に出ることになっちゃうもんね開かずのマってそうお客さんたちはみんなが困惑していたああお客さん来ることあるんだね変だってことは理解していたきっと何か何か他の家にない文化がうちにはあるんだろうってでもそれはこんな意味じゃなかった 私もその変な家族の一員なんだって確信してた。それなのに。何度心で叫んでも言葉は虚しい反響すら残さなかった。彼の言葉を否定できる材料はどこにも見当たりそうになかった。<laughs> ちょっと待って、かわいそうすぎん今まで夢でさ、もういろんなことだって絶望してさ、夢に閉じこもったのに戻ってきてさ、現実から目覚めたら、実の親父、母親じゃないってなって、また夢に潜ったりしない ダメ。全然眠れない。大丈夫か、本当に。それはそうだよね。でも、こんな風になれるだけ、死ぬよりは良かったのかな。うん。私が春山の人間だったら、きっと今頃も、まだ。はぁ、あ。かわいそう。マジ、これからどうやって生きていくしばらくここにいてもいいって言われて、言われてるけどさ。そっか。そういうことだったんだ。あの時、 あーそうそうそうこれ,これこれこれを言いたかった俺はこれよく覚えてたの俺いや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 アコのせいじゃないないない,ないそもそもアコはわわわ無関係なんだって言ってたもん覚えてたわだから現ににこうしてででアコだけ無事でいるんだたたりと無関係なアコを巻き込むわけにはいかないって言ってくれておいあの時の言葉はそういう なるほどな。こういうところにも伏線が張られてたのやん。お父さんは、お母さんも、知ってたんだよね。ずっと。私が血縁の呪いを受けた、春山家の人間じゃないって。それなら、いるぞ。気づけ。まあ、ほんと気づかねえな。私って、誰なんだろう。あ,あ、どっか行った。 まあでももう確定資料ね。3、4年かくまってくれっつってた、うんおいなんで持ってけんだよ。俺は工藤新一、7歳。これは今から何かが起こるに決まってるやつや、それの伏線が何んあそこ入ったっけ新しくうのという札が書かけられた扉だ。鍵はかかってんならしい。待て。 準備運動しようぜ。うんこしなくていいか大丈夫か本当に。ここはえ、なんでここ落としないのなんでねえ。今まで、ペチャ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 いつも通り喋ってたやんけ。なんでここだけ音なしなのうのくんめっちゃビールあるビールが常備されてるあのマンションにあったものと同じだ。うのさんらしいな。おー酔っ払ってやめろよ 別段変わったところはない。これす、するもしかして、する今までのお礼として、するしかも恋も抱いちゃってるし、するするんかなうのちゃん、どうなのうのくん、君その、どうですか彼の話を聞いて。って、俺が言うのもおせっかいでしょうかね。ただ、その、元気だったらいいなって。私は、 あ、いいんですよ。そんな無理しないでも。俺もなんだか頭が混乱してるみたいで。混乱そうですね。私もきっとそんなところです。嬉しいのか悲しいのか、安心したのか不安なのか。どう反応するのが一番正しいのかすらも、何もかもわからなくて、わからないって気持ちだけで。いろいろありましたもんね。本当にいろいろ。俺たちがあの公園で会ってから、 まだ一週間しか経ってないのに。ああ、一週間なんだ。なんだか不思議ですね。そうですね。なんだかもっと長く一緒にいたような気がします。全然一緒にいないんだけどね。まあ、うのくんからすれば一緒にいたかもしんないけど。その、はい私、うのさんに伝えたいことがあるんです。なんだ、どちら普通に感謝するのかそれとも、好意を伝えるのかえ、あ、はい。 大丈夫ですよ。何でも。その、私、あ、あー、これね、エミリーの友達なんの今言うの言うか。でも、え、しかもだって、エミリーが死んだこと知ってるんじゃないの知らないんかな友達なんです。私、エミリーの友達なんです。エミリーとは、高校時代から仲良くしていて。でも、でも、エミリーは、え、どっち そうですよね。彼女は、もう。えもしかしてこれも、ヤコウさんから聞いていましたかうん、も聞いてたでしょいえ、その、なんと言えばいいか。えアコウさんに暗示をかけた時全部話してもらったんです。ああそっか夢にまず出てきたか一連の出来事のすべてを、一つ一つ、ゆっくりと。エミリーちゃんのことも、 ああ。ポスターを見た時の反応で、あれとは思っていたんですけど、すごいな。察しがいな。お友達だったんですね。すいません。どうにも言い出しにくくて、まあ、言い出しにくいやろ。首ちょんぱしちゃうやぞ。エミリーはその、たった一人の大事な友達だったんです。どこへ行くのも、いつも一緒で。まあ、それで神社に行ったんだけどね。二人で。私がちゃんとしていれば、きっとエミリーも助けられたのに。 ま、あぶっちゃけそうなんだよね。もう仕方のないことです。うん。それに、一人でも無事に助かったならよかった。なんていい男やこうして悲しんだり辛そうにしていても、生きたアコさんがいてよかった。うのさん、今更ですけど、優しいんですね。確かに今更すぎるな。あ、終わりえ、何まだあんの するどうされましたあは,<っ> <laughs> はははおはは待って、こっちもう一回やったらあ、あ、もう買わんねえかちょっと待っておい告白しようよね告白しなきゃちゃんとね今のうち思いついた方がいいって、幕愛のうちにただ4章で死んじゃうかもしれないから、うのさんのことが好きですその、こんな時にふざけてるって思われるかもしれないですけど、 でも本気で、私、言ってしまいたくて。おお大丈夫ですよ。何がありましたでも、エミリーのファンだからエミリーが好きだったんかないえ、でもいえ、思いは今のうち伝えとけです。え好きです。私、うのさんのことが好きです。ずっとずっと、そばにいてほしいんです。 それはえっと好きっていうのはその好きってことですかあ、いやそうじゃなくてそれはつまりんずっと前から素敵だなって思っててよかったら宇野さんの隣に居続けたいなってご迷惑でしょうかいいえ俺は <laughs> も幽霊みたいな声出てる俺わお、wow. すいませんあまりにもびっくりして い,い,いえこちらこそ。なんだか今日で一番驚いたかもしれないな。いや、好きになる要素しかねえだろ、おめえ。おめえ、何やねん。イケメンで性格も良くて、今までこんな命がけで助けてくれもして、何やねん、お前。ふざけんなよ、おめえ。ごめんなさい。えつ。ありがとう。驚いたけど、すごく嬉しかった。俺も、あこさんのことは可愛いいなって思ってたから。うん。ただ、やっぱり。 俺、今もエミリーちゃんが好きなんです。あやっぱそっか。そうだよな。そうやってすぐに、ね、他の女の子に行くわけじゃねえか。でも、すごい最低な発言していいかうの達也んもう死んだんだよもう無理なんだよ忘れないはいいけど、でも、新しい一歩踏み出せようもう彼女はいないって分かってはいるんですけど、じゃあ5日後もうか回言うから、ちょっと考えといて。今まだ、 恋愛って感じじゃなくて、だよね。そうだよね。そうですよね。すみません。気まずーえどうしたおい、バグんなよ。ああ、振られちゃった。そっか。いえ、気まずびっくりさせてごめんなさい。でも、これでスッキリしました。ありがとうございます。い,いえ。 タメ口のアコさんは初めて見た気がします。そっちの方が好きですかはは、<laughs> どうでしょうね。気まずいってきっと今は心が不安定なはずです。仮に、俺がアコさんに対してそういう気持ちがあったとしても。いや、だとしたらなおさら不安定に突き込みたくはないです。この先どうなるにしろ。俺はアコさんのそばにいますから。ありがとう。何このいいやつ どこまでもいいやつじゃん。謝り方もスマートじゃん。断り方とか、なんでもないですしかねえや。え、なにこの、俺もこういう男なればなーなんか、ね幸せに、女、これ持ってけんだよなー何もしな、なんかさ目がちょっとおかしくないちょっとハイライトねえぞ。 持ってってみる冷気を手に入れたん持ってった方がいいんかよ。ケージから手渡されたお守り量産品だがずっしりとした重みがあるえー、これ霊気を持って進んだ方がいいんかなうんこするそろそろお風呂の時間とかじゃないかかなこあれかなこさんお化粧がここからどこかへ出かけたりするんですかええ、ちょっとね 非憑依者のリハビリ施設に行かなくちゃいけないの。憑依私、この前ね、悪霊の憑依を受けてしまって、ああ、自分ね、その影響を完全に払い取らなきゃいけないの。そうなんですかうん。憑依ってね、残るのよ。え憑依霊自体が消えてもね、その時の感覚が残留しちゃって、ああ、自体は消えんのね。うん。 変な話だけど、憑依って、ある種の恍惚感を伴うのね。憑依に抵抗されないように、霊が脳をいじるからなんだけど、一度、身も心も支配されると、それが癖になってしまうのよ。あこちゃんのように、自力でそれを払わない限りはね。えっと、本当情けない話だけど、今の私は好きだらけなの。雑量からの干渉にさえ、屈してしまうかもしれない。こんなんじゃ払い師としての、 お仕事なんてできないでしょだからそのためにリハビリをしなくちゃいけないの。かなこさん、2、3ヶ月もすればほとんど回復できるのるかなえー、そんなかかんの ?2、3ヶ月かかんのか。回復、できたらいいな。怖 <laughs> え本当はね、さっきからずっと頭がふわふわしてるの。手遅れやんけ。やこうさんには言えてないけど、これも後遺症なのかな おい、死ぬなよ、ほんとに。頼むよさっきからずーっとちっちゃく、なんか例の声見たいなの聞こえてるし。誰もいないよな。うわ、夜の雰囲気いいな。あれいる。ちょっと待って、なんなのもう。何ああ、君か。さっきは悪かったね。一度に話しすぎてしまった。しかし君の顔も少し明るくなったようだな。安心したよ。うのくんのおかげかな。 そうかもしれません。仲間がいると強くなれるのは、例に対しても同様だ。信頼できる者がいるなら、その絆を大切にするといい。はい。その、夜コさん。うん、どうした質問があるんですけど。あ、全部聞こう。この家について。この家って、夜コさんのご自宅なんですよね。あ、過去の仕事で大掛かりなものがあってね。その際、クライアントが購入してくれた家なんだ。 今後も役立つだろうということで、私のものにさせてもらったよ。ん<ー>す、すごい。維持費ばかりがかかるから、どうしようかと思っていたが、やはり役に立ったな。ここからは君が役立ててくれ。マジめっちゃいい人やん。ちょっと待ってよ、お風呂に入、えー、やっぱりあるじゃんまずこちらな。はい、まずこちら。あの、お風呂に入りたいんですけど、入ってくんなよ、おめえ。実は、スケベワジでさ、 待っていたよ君がお風呂に入るタイミングをって来そうじゃねこいつああ構わないよ風呂場は1階にあるここは今日から君たちの家だ好きなように使ってくれはいありがとうございますおい亜子の残り湯楽しむなよ待てよこれだなチクラだっけあのチクラさんってどなたなんでしょうああチクラかそれも私の部下だよ優秀な祓い師でね隠密行動を得意としている あとは、霊薬の調合や、応急手術などもできたかな。生き残るということに関して、彼女に長けた人はそういないよ。あ、女の人ねそれを見込んで、今は、キャラム村の調査を頼んでる。うーわ、絶対、いる行くやん、そこにも。キャラム村できるだけ多くの情報を掴んでおきたいところだからね。気がかりな部分もあるから、そこもクリアしておきたいんだ。ともあれ、信頼の置ける人だよ。そのうち、会うこともあるだろう。 その人は知らなそうな気がするね。確かになんか強そう。じゃあ、いよいよ、お風呂入っちゃうレッツゴンスローちょっと玄関とかも一応探してみるなんなもねえよな。俺はちゃちゃっとお風呂入って一枚が来るの楽しみしてんだよ。お風呂入ろうぜ。入る。うん。汗流そう。おいおい <laughs> またか三回目のお風呂シーンで。どんなか、やっぱあるよね あるよねそれあるよねいい結末ってね。なんだこれおい、あこお前最高な女だな、ね。ふぅ、私、なんだかよくわかんなくなっちゃった。気持ちの整理は、うん、多分もうできていなくもない。何もかも、現実のことなんだって、頭のどこかで理解はできている。 うん、そうだよね。そこは分かってるんだ。ああ、なんかもう、勝手に動いてる。いつもでか全然気づかなかった。立ち止まったり、振り返りたくても、それは許されないんだろうって。何かの形で、ここからも生きていかなきゃいけないって。うん。君も霊能者なればでも、だからといって、私はこれからどうすればいいの何かの形で生きていく。何かって、何もう一回上行けって、早く。 そうだ。今までのことを受け止められないんじゃない。それよりも、未来が分からないんだ。私、何をすればいいのお、追うのかこいつを。いや、絶対左子らあっささんだな。で、真ん中が高い子だな。なんか若い頃の、ちょっと頃しか目見れないって、なんかすごくね。あっささんかわいい。おおいおいそうだ。 あの女の人は誰だろう初めて見たとき、そう、ずっと前に見たとき、あの空き家で写真を見たときから思ってた。なんか、なんだか、すごく懐かしいって。あの人は私の私のうん。そうだとしたら、このままで本当にいいのかな礼も呪いも全て忘れて、忘れたふりをするだけで。 わかんないよ。あの女の人は、私に何を伝えたいんだろう。いいおっぱいこのお風呂シーン、今回で一番声出た多分。もう一回入れって。もう一回入れ。湯船にも使っておけばよかったかな。使っとけよ。明日入ろう。明日なんてねえよ。<laughs> 最低。もう絶対なんかあるって、今日。今日なんかあるって。 何かあるぞアコー。お前覚悟しとけよ。お前今多分何か起こるぞ。寝る暇なんてねえぞ多分。アコー。覚悟しとけまじで。なんだあ、今施設に行くのね。んえ、まともやる気なくね歩けなくなってんのすいません、ヤコさん。君はおとなしくしてるといい。こちらで確認しないとな。ん大丈夫かよ。 カナコー。どういうことだいや、しかしこれは。おい、お前もちょっと想定外の何かが起きてんのかやっぱそうじゃん。入るんかいえ大丈夫かヤコうさんカナコさんも何があったんだろうこれ、うのくんと逃げたりとかないかこの二人死んじゃって。ああ、君も来ていたか。身の回りには何もないか。えあ、はい。 そうか。それなら、ただの気にすぎかヤコさんいや、こっちの話だ。そうだ。君に一つ頼みたい。チクラの部屋に、チクラか。チクラの部屋に、専用の霊薬があるんだ。鍵を渡すから、それを取ってきてくれないかは。はい。わかりました。助かるよ。よろしく頼む。いや、ちょっと待って俺。絶対この日本刀で、どっちか死ぬやろ。こう 模造刀だよね。剣道とかもやってるのかな模造刀だろうが何だろうがさせやしぬやろ。なあ。あ、あこっちゃん。かなこー。かなこさん、顔色が。ええー、少し、体調が悪くなってしまって。まだ、憑依の後遺症が時々で出てしまうみたい。うっ。つ。はぁ、あ。はぁ、あ。大丈夫だから。私、 ちゃんと耐えるから。約束しろよ。お前つい先友達になったばっかやろ。かなこさん。ただ、でもこれだけは持ってけって。なんかあるとやべえって。おい。冷鏡とか使えないのダメか何これ。とりあえず、ちょっとセーブしに行こう、一応。一応セーブはしといた方がいいな。うわぁ、もう、幕はいい。 まークいの時くらいずっと幸せありゃちょっと待って、たけ、たけやくんいるいるわ。さっき向こうで大きな音がしたんですけど、何かあったんでしょうかねえお前ビール飲んでる暇なんてねえぞ、多分。多分もう、すでにクライマックスの前兆が起きてるぞ。行くか。ここだな。ここかなんでちょっと扉は遠いんだろうえーっと、チクラの鍵。はい。え、え待って、お前チクラなんかもしかして。 チョーコこんにちは。ね、ねえ、あなたは、なのごめんなさい。私はだ。え私はなになになに いや、仕上げはお母さんみたいなイントネーションだったね。全然違うけど。お、ちゃんと、爪に、あれ塗ってんね。ネイル。ネイルしてるんだね。そうなのかな綺麗。綺麗な顔。ここが、ケラヤ村。う生きて帰らなきゃ。私と、あの子のためにも。 村は、この、小道を北に出ればすぐなのよね。この辺りで待ってろって話だったと思うけど。よし、行こう。もたもたしちゃいられないよね。ええー、こっち操作すんのこの先、キャラ屋村と書かれている。おいおい、キャラクター、あ、なんもできん。えー 五風自分専用の五風相応の力を宿している小刀霊気を宿す鋼で製造された小刀物質だけでなく、データも切ることができる、ついようチート武器え八つの神から賜った、ん賜った、なんて読むんだっけこれお、お、へい。使用すると人ならざるものと交信できる。ついよチートやん えー、招待状。キャラ村から送られた招待状の一部。お手本のように達筆な文字で書かれてる。つんい着替え。カバンをま膨らませてる衣類。普段着。学生服。学生服あ、そっか。なんか君若かったな。確か17とかだっけ。巫女装女装飾などがある。あの、つんい財布。ごく一般的な女性用の財布。えー、金銭のほかテレホンカードも入ってる。あ。そっかそっか。なんかすげえ昔に感じられるけど、割と、 そういう時代だもんね。ペンダント手作りのペンダント、我が子の写真が入ってる。すんごかわいい。君その笑顔の方がかわいいぞ。あの子元気にしてるかな。寂しがってないといいけど。早いとこ帰って、抱っこしてあげなきゃな。えんろ鈴、招待状に同封されていた鈴、すでに何度か鳴らしている。わお。ん遅いな。 この音、春山さんたちにちゃんと聞こえてるのかなうん。やっぱり、私が村に出向いた方が早いよね。いろいろ、反応があるな。いろいろ薬を試したから、だいぶすっからかんだな。無事に村から帰ったら、お仕事いっぱい増やさなきゃ。何の仕事着替え。服、こんなにはいらなかったよな。まあ、いっか、疲れたら普段着に着替えよう。そういえばこの村、お風呂とかはあるのかな う全部見ていい招待状。えー、倉木コ子。倉木っていうの倉木ウ子様う。当村にお越しいただけるとの申し出、しかと頂戴捕まつりました、えー。我々といたしましても非常にありがたいご提案だと感じている次第であります。倉、え、木、ー、様のご事情も一切把握いたしました。 ぜひ、お力添えさせていただく、考えております。村に到着された際は、この村、この先、ケラヤ村の看板前で立ち止まり、同風している鈴を鳴らしていただきたく思います。我々、一同がお迎えに参りますので、決してお昼取りで、看板の先へ進むことのなきよう、謹んで、いしんで、お願い申し上げます。春山隆彦。はぁ、あ。じゃあ、まず、そのまま行けってことか。ちょっと待てよ。えー、これは今はまだ大丈夫。自分の力で頑張らなきゃ。ちゃんとやりきるから、おとなしく見ててね。 はい。これはこれは、役に立たないといいな。ね。まあ、ご信用みたいな感じか。ご風。やたらと思ってきちゃったな。でも備えあればってやつよね。うん。これ、さっきってどっちこっちど、どっちこれ、これ、も、戻る方なのちょっと一回下行ってみていいあーん。んダメ。今さらと戻りはできない。嫌い村に行かなくちゃ。そうだね。右も行けそうだけど。なんもないか。 あーじゃあ、このまま一回そのまま行ってみるなんか死ぬんじゃねねえ未来、タイムパラドックス起きそうじゃね赤道路、ん木陰に隠れるように直立してる。ちょっと行ってみようぜ。ウェーイめっちゃ間違えそう。でもこれメモ見なきゃわかんないよね。んあれ誰だふぅ。やっと開けてきた。にしても暗いな。まだ昼間なのに、うっそうとして。 た、漂ってる霊気もどことなく不穏な気配を帯びてるし。ん誰だあれえ、なんかやべえ奴いるじゃん。龍がごとき出てきそう。誰かいる。キャラム村の人なのかなあの、誰目青。え、ええー、<laughs> 誰だこいつ、見ない顔だ。 よそ者ね。よそ者だ。<laughs> よそ者だ。これ、生贄にえだ。おい、よそ者だちょっと待って。私はこの村に用があって。春山隆彦さんって人から、ほら、招待状ももらっているんです。ねえ、何か言ってるわ。どうせ野蛮な買い替えの人間だ。私を騙そう、我々を騙そうとしてるのだろう。生贄にえ、肉、 どうしたなんいっぱいいるな。ほら、あの女。若い女かちょうどいい。こやつをただタネ様の孤独へ奉納すれば。ええそうね。これで今月の生贄にがそろう。ふふ。生贄にえ。捧げる。ただタネ様従う。なんだこいつ。なんか三国無双にああいうしゃ喋り方のやついるよね。俺 やるーっていうやつ。なんだかどうにも、物騒なことになってきたみたい。どうしたらいいんだろう小刀使うしかねえよ。あの女、事実師だな。何か持ってるかもしれないぞ。そうね。まずは、武器を持った男たちを呼んで。殺せ。待ちなさい。その方は大切なお客様だ。来るぞ。若かりし頃の高彦が。えうん。<laughs> 来た。朝ちゃんもいるじゃん。 朝、ちゃんって言っちゃった、自然に。あの方、んあの方の言葉は本当だ。私がこの村へをお招きしたんだ。なんか、え、夜行に似てね。若い頃の高彦。行こう。彼女に手を出すことは許さない。高彦様。わかったか。か、かしこまりました。おー。よ、ようこそ、おいでくださいました。あれ顔普通になってる。 村人一同、あなた様を心より歓迎いたします。先ほどは飛んだ、ご無礼をいたしまして、その、心霊はビルラえ、えー、っと、お困りのことがありましたら、何なりとお持ちつけよ。いいから、君たちは文字割り戻ってることだ。それから、お客様のことは誰にも口外してはならないよ。記憶を消去する必要があるから、夕方は私の屋敷に行きなさい。はっいや、あの、ハイライト戻ったあのを、スキンヘッド見たいんだけど。 アンサーさん。かわいいね。ふぅ。村の者が失礼しました。私は、春山孝彦と申します。ようこそおいでくださいました。あなたは、倉木優子様、って間違いありませんかはい。倉木優子と申します。おかげさまで助かりましたわ。どうぞ、よろしくお願いします。春山孝彦様。堅苦しいのは抜きにしましょう。気軽に、隆彦と呼んでください。 ありがとうございます、高彦さん。では、私も祐子で。承知しました、祐子さん。お会いできて光栄です。い,いえ、こちらこそ。この三人で、ねえ、写真撮ってるってことは、そんくらい仲良くなるのかなよろしければ、お荷物をここに。朝ちゃんこれ、朝さんあなたはあ、すみません。申し遅れました。私は、アツさと申します。やっぱり子供たちの教育係をしています。 あつささん、苗字はあ。ありません。ええ苗字は、ないんです。ない子供を、産めない体ですので。え罰として、その、はやめておけなさい。いきなり言っても伝わらないよ。す、すみません。 村の起きがどう言おうとも、君は私の同士で片腕だ。いずれは、春山あさと名乗る日が来るんだ。あ、は、はい、高彦様。はなんだこつら。いお気になさらないでください。この村には、おかしな風習やしきたりが残ってるんです。外の方々からしてみれば、なおさら異常なことでしょう。自分は異常じゃないみたいな言い方そう、異常なのです。 まごうことなき悪臭なのです。東大で完全に廃絶されるべき悪臭です。え高い子やっぱりいいやつだったの悪いように見えてたけどずっと俺高い子がゴミクソ野郎だと思ってたけど違うのやっぱり。さあ、我が屋敷に参りましょう。旅のお疲れを癒さなくては。やかながらおもてなしの用意をしております。ぜひとも、ん こいつが今ン投資ってことこいつ、この薄らはげ。こいつか。こいつ投しやろ。殴れ。その皮に落とせ。へぇ。へへへ。どうした五作。五作いや、ごめん、なんで五作でビビったのって思われるかもしれないけど、あの、秋田に、秋田なの、秋田にね、もう、テンパってるやん。秋田にね、五作ラーメンっていうラーメン屋があるの、うめんだ。うめんだよ。みんな秋田来たら食ってみて。五作。 もう、五作、五作、五作くん、五作っていう CM があんのよ。そんくらい有名なラーメンなのね。はい、ごめんなさい。五作。いえね。ちょっこら、見物に来たもので。何やら、騒がしいですな。お前を呼んだ覚えはないぞ。まあまあ。<laughs> ほら、お写真でもどうですあ、これで写真撮ったのおとつい、捕まえたよそ者が最新のカメラを持っていまして。 捕まえたて。せっかくですし、記念写真でも。ほれ、朝ちゃんも。高い子様との写真、欲しいだろああ、好きなんだね、多分、本当に。うん。はあ。と、撮るんですかええー、撮りますとも。高い子様はご存知でしょうね。こうなった私は引かないって、なんだこいつ、少々のね、おめえ。仕方ないな。 申し訳ありません、ゆう子さん。お付き合い願えるでしょうかは、はあ。こいつに写真撮られたんだ。さあ、参りますよ。めっちゃ笑顔。うん。ちょっと困り笑顔。で、撮った時の写真がこれなんだね。まだ会って間もない子に撮ったんだ。わ、すごい。あ、あの、私、一枚もらってもいいですか ご心配なく、皆さんには一枚ずつ渡しますんで。私もついでにもらっておきましょうかね。ご器量のいい娘さん方をいつでも眺められますし。そのあたりにしておけ、ご作。へっ、醤油ラーメン作っとけ。そういうことか。ご作なんかしそうだな。なんか、この優子さんの顔見て、ええ、女やつって多分なんか色々やろうとしてるやろ。お、恩心。 恩賜製造計画ええ。それが我々の掲げる大使です。恩賜って、あ、遠心か遠賜って、それはおぞましい字面に、地面に驚かせてしまったかもしれません。しかし、これは我々を解放するための計画なのです。キャラヤ村の民衆を、く泣きの、泣きなきの姫から解放するため。うん。泣き泣きの姫確か、この地の守り神では よくお調べになりましたね。確かにあなたのおっしゃる通りだ。いや、おっしゃる通りだったと言いう、と言い直すべきなのでしょうかね。んチンコみたい、あの、石。我々の祖先は古くから孤独の実に手を染めてきました。時の権力者からの要請で、性的の暗殺や無力化を行うために、必然、 孤独に使われたあまたの命や術に殺された者たちの恨みが生じる。うん。それでそれを処理できるうちはよかった。災いはあれど、長続きはしません。しかし、時の流れとともに、孤独の怨念は少しずつ蓄積する。そう、少しずつ。けれども着実に。そして、我が曹祖,祖父の代に、その質量は一線を超えてしまった。 我が村の全勢力をもってしても対処不能な規模になってしまった。するとどうなるかお分かりですかそれは、そう、お察しの通りです。うん。もはや神として祭り上げるほかないのですよ。それが泣く泣きの姫ええ。伝説上の架空の存在ではなく、実在する泣く泣きの姫を指すならば。我々はいにしより伝わる女神の名を。 孤独の怨念に関し、あがめ待つた、すなわち、キャラヤ村は孤独を扱いながら、そこから生まれた怨念に屈した。うん。今もそうです。泣く泣きの姫を名乗る、たたり神の命ずるまま、生贄を集めてる。その生贄で孤独を行い、凝縮された怨念を捧げている。たたり神の有する力を、さらに強大なものとしながら。やっべえとこ来ちゃったやん。 想祖父の代から、春山家当主は、たたり、たたり神の操り人形です。当主の座についた瞬間、憑依され、以後は、意のままに操られる。え今は私の父がそれです。父はもはや人間ではない。孤独を命じ、繰り返す装置です。父が死ねば、私がそうなる。うーん。なるほどね。そうなる前に、そうなる前に、我々が立たねばなりません。 泣く泣きの姫をもしのぐ呪いでたたりを打ち払わねばならない。そのための遠心なのです。遠心を製造するには、優子さん、あなたの力が必要なのです。あなたのような強い力を持つ術師が必要なのです。そう言われましても、私は何をすればいいのでしょうか。正直、規模が大きすぎて、私に何かできるとはとても。 それでは明日お教えしましょう。多少あなたの倫理観に背く内容となるかもしれません。しかしそれがケラヤ村です。相応の覚悟でお越し,いただお越し願いたい。ご協力いただければ報酬の提供を約束します。成功、失敗にかかわらず我々の霊薬をお渡ししましょう。霊薬を使えば娘さんをの襲う呪いも制御できるに違いありません。わかりました。繰り返しますが。 覚悟を持った上でお越しください。私の、我々の、最重要機密に触れるのですから。よろしく、お願いします。すっごい、おい、五作五作ラーメンどうしたなんか用かいやいや。<laughs> なんだこっち来んね、クソ野郎何かしら い,いえね。あたしはもう作ったんで、お薬を。手持ち無沙汰なもんでね。見物に来たという次第でね。あなたが霊薬をおい、美薬とかじゃないのこれ。へへ、さようで。あたし以上に優秀な薬師はおりませんよ。くす、薬師だ。ねえ、高い子様。下がっておきなさい。もちろんですとも。そうしますとも。へへ。 おいクソ貴重なおめえ。させ。えここで終わりこの後どうなったのよ何今の映像高彦、あずさって名前が出てきてたけど、あれはお父さんとお母さんなの。あ、でも。 お,お父さんとお母さんはうん。ダメ。頭こんがらがってきた。とりあえず、ちくらさんの薬探さなきゃ。ってことは、君は倉木亜子って名前なんだな。亜子ちゃん、君は春山じゃねえ。だいぶ古いものみたい。さわらいのようにしておこう。うん。ああ、ちくらさんってどんな人なんだろうな。たぶん、すげえ生き残りそうな人や。俺はもう分かる。なんか、雰囲気分かる名前の、生き残りそう。 綺麗に手入れされた鏡だ。引き出しの中には化粧道具が入ってる。よくあるよね。なんか物語終盤にやっとなんかめっちゃいい、いい、強い人が来るみたいなさ。ツンとする匂いの箱がある。これといって鍵がかかっていない。つまっ,って。うん、高級品ね。これチンコでしょ何かを祀ってるというわけでもないよね。チクラさんは何の目的でこんな部屋にしてるんだろうわかんない。え結界の部屋このすっごい狭いスペースなきゃ安全になったりするんじゃねえの 負けるか。これだよね。しかも今結構長い間、その改装してたからさ、かなこどうなってんの力の霊薬を手に入れた。もう手遅れなんじゃねえのなんでこんなに来るのが遅かったんだみたいなさ。霊薬見た目はちょっとだけ大きな錠剤って感じだな。うん。錠剤なんだね。飲み、なんか液体じゃなくて。あの女の人が欲しがってたのも、こういう薬だったのかな。急げ。あんま、ええー お前、おひな様じゃん。い、いや、どうしてえなにこいつ <laughs> なんかえあれお前、お前がすごい綺麗になったなぁ。何があったあれえ襲ってこないなにこのつぶらな瞳なんやね そう、水分補給してええよ、もう、喉からったらやねこっち。おい。え何これ動けない。兄さん。おえ、これもさ、あの、さやさんが死んだ時のあの、家ってさ、なんか兄さんと記しておくみたいに言ってたよね。実際は兄さんじゃねえんじゃねえのあなたは、私の計画にも、やはり反対のお立場ですかなんだこいつ <laughs> めっちゃ強そうやんけ。片目どうしためちゃめちゃ時計見せびらかすじゃん。しかも上にいるね。これしかないのですよ。我々が未来をつかむためには。おう。来た。こちらです。どうぞ。ええ、ありがとう。おひなさま、あれん お連れしました。ああ、ご苦労だったね。ゆうこさんと話がしたい。君は下がっていてくれるかなはい。ちょ待って、遠心製造計画って、そうごっちゃなってるけど、ええ,なえな、おひな様は結局対抗手段だったね、うん。いや、わかんない、わかんないや。あれうん。よくおいでくださいました。決心はなされましたかはい。よろしい。では。 お見せしましょう。我々の希望を。こちらにいらしてください。はい。ああ、うん。これがああなったのか。この子は、そう、これです。これこそ、我々の成果であり、泣く泣きの姫に対する武器です。この人は、その、人ではないのですよ。厳密にはね。 我々が製造した人造生物、とでも言える存在でしょうか。ほら、お客様にご挨拶なさい。うん。こんにちは、お客様。私、ひなって言います。あなたの名前はぼん、ボンジョビです。え、あ、わ、私は、倉木ウ子って言います。ユコ子ウ子ねええ。気まずなんか。 帰っていいその、高い子さん、どう見てもこの子は、人間に見えますかそれも無理のないことです。人間の遺伝子をベースにしていますからね。各地から優秀な術師を集め、殲滅した後、配合を重ねました。優子さん、あなたは実に運がいい。ヒナの完成前に村を訪れていたら、材料にされていたことでしょう。それって、ああ、素晴らしい。 毎日見るたびに惚れ惚れします。これほどのものが私の水素の中から生まれたのです。やっぱこいつも行かれてるっちゃ行かれてるよね。実に美しいでしょうあなたは。人間じゃないって言ってるけど、人間からできた人間やん、ちゃんと。あなたは。私の最高傑作ですよ。みんなはおひなさまと呼んでいます。うん。まだ驚くのは早いですよ。彼女の力をお見せしましょう。 うむ、そうですね。例えば。なんだここに、小石が落ちています。うん。え、なんか宝玉っぽくね今年同じよどこにでもあるような、ただの石ころにすぎませんが。うん。え、これが宝玉になったりすんのひな、こっちへ来なさい。うん。 この石を握ってごらん。石なにこれほら、ギュッとするんだ。うん。え嘘じゃんこれ、うまく利用すればお金持ちになれそうじゃないねえ。凄す,すぎそんな。これでいい高彦。ああ、上出来だ。 すんご。いや、すんご。あなたならお分かりでしょう。これがどれほどのものなのか。ただの石が彼女に触れるだけで一級品のジグとなるのです。彼女のうちには途方もない規模の霊力が渦巻いているのですよ。これなら勝てる。たたり紙に打ち勝てる。我々の勝利です。失礼。少々熱が入りすぎましたね。 しかし彼女をうまく使えば、彼女をどうするのですか神になってもらうのですよ。遠心製造計画と、昨日もお伝えしたでしょはい。彼女は白紙の心を持っています。自我というものはありません。我々で全てを書き込むのです。まずは私、私やの手で繰り返し暗示を与えましょう。うん。そして、泣く泣きの姫に対する敵対心を定着させた後、 最大限の苦痛とともに殺し、怨霊化させるのです。え <laughs> 苦痛の記憶から来る恨みも、たたり神へと向かわせるのですよ。そして彼女は孤独にかけ、さらなる強化を行います。孤独の媒体とする怨霊も、相当の数が集まりましたからね。怨霊どもはひなの糧となり、その力を増幅させることでしょう。これを繰り返し、繰り返して、いずれは神に至るのです。彼女は延伸として、 あなたに生まれ変わるのです。優子さん、あなたには最後のとどめをお願いしたくと思います。ありてに言えば、叱るべき時に、ヒナを殺めていただきたい。な<っ>、彼女はね、強い力で攻撃しないと立ちどころに回復します。我々の力では痛めつける止まりで殺すことができないのですよ。あなたのような強い術師にこそ、とろめの役をお任せできるのです。 ちょっと待ってよ。この子を殺せっていうのゆうこさん、昨晩申し上げたはずです。あなたの倫理観に背く内容になるかもしれないと。覚悟を持ってここにいらしていただきたいと。そ、そうですけど。でもそんな。こちらとしても、あなたの清いお心に入りはします。えー、あー、これなんて思うもんだっけん。あ、ホフルだ。ホフル寸前までは。 我々でひなを痛めつけましょう。あなたは最後の最後だけ、ほんの一押しをお願いします。いかがでしょうかちょ、冗談じゃない。私はそんなこと。ふむ。我々の暗示で、あなたの意識を夢うつつの状態にもできます。そうすれば、あなたは苦しみを感じずにことを行える。これではいかがです冗談じゃないわ。そんなことは問題じゃないの。この子、そんな目に合わせず。 なととかすることはできないのあなたが親なんでしょうあなたの都合で生み出してそれをあなたの都合で殺すの。優子さん我々も単なる悪趣味で計画を進めてるわけではないこの計画には多くのものがかかっていますキャラや村のためなのですうんまあ理解はできたよ我々も必死なのですよ手段を選んではおら,おられません あなたがお断りになるのなら、やむを得ません。尊重しましょう。ひなをほふる役目は、他の方にお願いさせていただきます。しかし、ことが済むまでは、村、村内に、村内に、監禁させていただきます。秘密は、守らねばいけませんので。あなたは、どちらにせよ、同じことです。ひなの命運は変わらない。彼女はそのために製造されたのですから。なあ、ひな。 ん君は死ぬのが怖いかい痛いのが怖いかいえ、うん。よくわかんない。でも私、高彦好き。あずさも、ゆう子も好き。おーい。すごい誰でも好きになっちゃうやん。そうか。ありがとう。君の命で、高彦もあずさも幸せな未来をつかめるんだが、私たちのために死ぬことはできるかいうん、いいよ。 よくわからないけど、そうしたら嬉しいああ、嬉しいよ。なら私もそれがいい。と、こんな調子ですよ。彼女はこういう存在なのです。彼女には、己がア運命を嘆く思考も我々を恨む感性も持ちません。プログラムされた指示にのみ、従う機会と同じです。いずれ、すり込まれる暗示の内容を従順に実行するだけの存在です。 彼女を作った理由、あなたにはお分かりですか霊力が強いからでしょそのような理由は、二番目以降にあげるべきものです。ちょ下のやつは片目傷おじさんは後に。うん、んな、もうなんか読めない感じばっかだね、俺。過婚ね。後に、過婚を残さないためですよ。ん人間を、遠心にしてあげてあげれば、 必ず恨みが残ります。我々には豊かな感情がある。苦痛や不幸を感じ取る能力がある。非道な儀式の犠牲とならば、恨みと呪いを持って報いようとする。かつての犠牲者の怨念が泣く泣きの姫となったように。だからこその彼女なのです。人を恨むという観念をそもそも持たない存在ならば、どのような儀式に捧げられようと、子孫たちには災いを残すことがない。最も綺麗な方法で、 たたり神を打つことができる。そのために犠牲が必要なのです。おひな様が。はい。お話はこのあたりにしましょう。朝ちゃんどっか行ったぞ。もう一晩お考えになってください。その時、あなたの意志が変わっていることを願います。いや、その下のやつは、こいつ一切喋んないじゃん。うわあでもこれで、 いや、まあちょっと、うん、なんだろうな、もう正直なんだろうな。高い子側にも、まあわかるよね、気持ちは。そのために生まれた子、うん、だからって言って殺してもいいよっては言えんけどね。つ。わからなくはない。わからなくはないんだけど。そうよね。わからなくはないよね。ねえ、ひなちゃん。あなた本当にそれでいいのいいんだろうね。分かってないしね、まず。とりあえずいいよって言いそうだもんね。 いや、いいって言ったのは聞いたけど。でもあんなことは、私にはとても。ゆうこ私、どうしたらいいのかなあ、喋ったついに。随分とうちの村にそぐわない姉ちゃんが来たな。誰いや、お前もな。この村にそぐわねえぞ、おめえも。見ての通り囚人だよ。元は飼育係だった。かわいいな、なんか。 人間の飼育係な。ああ、物騒だな。一応、栄治郎って言うんだが、覚えなくても構いやしない。あんたは倉木優子だったか優子ちゃんだな。はあ。高い子様は、何よりも自分に厳しいお方ら、なんでお前閉じ込められてんだよ。あれお前片腕ねえのか石腕石眼ロマン溢れる不憫だろうけど。 必死だと言っていたが、その通りなんだよ、優子ちゃん。己が次の投手となり、父のようにたたりのくぐとなり果てること。これだよ。あの方が真に忌避することは。自分は誰にも操られたくない。何としてもその未来を回避したい。他者をどれだけ犠牲にしても、たたり神のくぐなどになりたくない。まあ、大体こんなところか。うん。俺も嫌だもんね。俺も嫌だから絶対やるわ。それが別段、罪だとは思わない。 人間として当たり前の反応だ。誰だって、あんただって、抱き得る感情なんじゃないかそう私は考えるがね、あの方は違う意見を持つらしい。困った人だよな。うん。な、でもお前なんで閉じ込まれてるんて。確かに、彼の気持ちはわかる。でもそれは、一時の気の迷いにと、どめるべき気持ちじゃないそうかな。そうだ、高い子様もきっと、 今のあんたと同じことを考えた。考えた上でも、やはり、くぐになる未来は避けたかった。俺もだってそうなるんだったらやっちゃうわ、絶対に。実際の危機が差し迫ったら、人は獣に戻ることもあるのだろう。だからこそ、狂気によって、陽目を塞ぐしかないのだろうな。だってこういう方法でしか対処できないんだったらやるしかないよね。己の本心を認識してしまう、よく見える目を、すっぽりとね。あの方のことを狂人だと思っただろう。 ええ、もちろん。あの方の狂気は、武装だ。うちなる税にな潰れないためのな。そうして盲目になるからこそ、もう一つの矛盾にも気づかない。んそこの可愛いお雛様は、誰も恨むことができないという。他者を恨む感性が、そもそも存在しないという。そんな子に暗示をかけたところで、誰かを呪うようになると思うか確かにね。あるいは暗示で。 万が一にも泣く泣きの姫を恨めるのなら、自分を痛めつけた村の連中を全く恨まないと思うか。うん。あの方はそこに気づいていない。お前が一番よくわかってるじゃん。実際それで現実こうなってんだもんな。あなた、あなたは誰の側についてるのさあわからないね。側なんてものが村にあるのかも。私は、ただ種様と対立した結果、 この炉に入れられてしまったが、うん。だからといって、高彦様の計画にも賛同してるわけではない。どちらも区屈だ。たたり神か、狂気かもな。いずれこの村を戦場にして、二つの区屈がぶつかるんだろう。たラタネ様と高彦様、どちらが勝利しようとも。結局は、同じことかもしれないな。明るい未来は期待できない。あなた何者なの囚人としか言えないな。 高井子様からワニと呼ばれてるが。でもこの人もじゃあ結局死んじゃってんだな。あの家のなんか人だったよね、確か。お兄さんなの父親が同じというだけさ。そんな奴村には5万といる。高井子様だけは、そのことを知らされていないようだがね。ええー。私のことはいい。う子ちゃんはどうしたいんだこんな村嫌だろう。う早く帰ってしまいたいだろう。うなら、 最も短略的な手段こそが、この場合は正当かもしれないな。私は止めもしない。誰の味方になるつもりもない。が、場合によっては、あんたの味方になるかもな。それは私は高彦様から一定の信頼を受けていてね。あれ待ってて、だってあの、さやさんが死んだ家にまず写真があったんだよね。えどうなんのこれ。うん。おひな様の牢を開ける鍵は、ここに預けられてるんだ。 おええー、おええー、なにこれちょっと早くまず、かなこのところ戻らせてくれよ。もういいってまず。また映像が。これは一体何を伝えたいの私分からないよ。早く早く。まず急がなきゃ。あ、せま、まセブだな。セブ大事だわ。ちょっとちょっと、かなこやべえって。かなこどうなってん <laughs> かなこやばいって。 死んでないよねそう、早く、冷薬あ、大丈夫っぽい一体何が原因だあの声の呪いは収束したというのに。マスカ。いや、そんなことは。なになにかノこは深く眠っている。そっとしておいた方がいいだろう。ういやいや、持ってきたあ、あ、こいつに使うのか。えー、っと、はい。頼むよ。かノこ死なせんねん、おめえ、絶対。あ,あ、君か。どうしたやけに遅かったな。 何かあったかい、い,いえ、なんていうか、ちょっとぼーっとしてて。そうか。それならいいんだが、よくないだろう。あ、あの、これ、お薬ですよね。ありがとう。これで間違いないよ。違ったらどうすんだよ。おい。ちゃんと確認しろよ。よし。これであとは何もなければ。<laughs> おい。 大丈夫君も休んでおいた方がいい。今のうちにな。はい。その、今のうちってどういうことですかいや、今は何も言えない。私にも把握しきれてないんだ。はい。まあ、そうっすよね。式が見えるもう。私は念のため、いくつか確認してくる。 今はゆっくり休むことだ。やめ、やみ上がりのようなものだしな。いいね。おい。おい。夜コさん。大丈夫かなっち。ちょっとこれ、もぞと持ってった方がいいって絶対。ここなんだっけここ風呂か。もう一回風呂入るダメか。もう部屋戻るしかねえのかな 君は何も気にしなくていい。私の方で諸々の確認をしておく。ひとまず今日のところはゆっくり休んでおくといいよ。絶対やべえじゃん。なんもいねえよな。<laughs> おい。ちょっと、達也くん達也くん、やばいよ。うのさん、アコさん、どうしたんですなんだか顔色が。その、えっと、うまく言えないんですけど、実はさっきから、 やっぱ今言うんかいだったら最初に言っといた方がよかったやん、絶対。しかも、宇野君めっちゃビール飲んでベロベロなんじゃねえの、今。そうでしたか。普通だな。よくわからない映像が頭の中に流れてくると。それもケラヤ村に関わるような光景が。はい。私、なんだか不安で。確かに妙な話ですね。血縁の呪いは終わったのに、どうして今更終わったのかな 全部終わったのかな私たち本当にこのまま何もないのかな私なんとなく分かるんです。何かがまだ私の中に絡みついているような。私怖い。真子さん、俺。ねえ、宇野さん。は、はい。何ご、ごめんなさい。 なんでもないんです。そうですか。その。え、住みたいちょ、何そうだよな。今日はここで寝ますかとはさすがに言えないよな。おーい寝ろよ、バーカーそこで寝ろよ、お前ら。だからお前。おーい うんちが。え、なにちょっと待って、なんかセリフ飛んだよね。ロードステックマスター。ダメだよね。おいおいや、オッケーなんだって。このまま部屋にいたいですって言ったら、迷惑だよね。迷惑じゃねえよ。もう一回行け。なんでやめんのおめぇ。根性なし。えおやおやおや。 おやおや、おや、なんやねん待って、幕合結構長いね、今思えば。もう2時間ぐらいやってんだけど。さい、またごめんなさいかごめんなさい。ごめんなさい。私の、私のせいで。あなたは誰どうして謝るのあなたが何をしたのねえ、なんでなの ごめんなさい。私は、ってしまった。間違ってしまったかなねえ、教えてよ。あなたは、あなたは、また戻るのねちょっと待って。なんこれおもろいやーん。んどうだう、まだ終わって、やってないんだよね。はぁ、あ。 気づいたら夜明けか。操作できないな。ひどい顔、徹夜したらそうなるか。春山のお屋敷,お屋敷にしかお風呂はないみたいだし。えここで、きれいにしておこうか。ちょっと待って五作来るんじゃねえのこれ。ねえ。裸の時に五作来て興奮して。 なんて綺麗な女の人だ。考えなきゃ、考えるのよ、ゆう子。私がこれから何をしたらいいのかを。私が何かをしたところで村が変わるとは思えない。そして私は何としても、家来村の霊薬が欲しい。だけどそのために殺すの。私が殺すの。あの子を。 ヒナを殺すどうしてそうだ娘のためうちの娘を助けるには家来村の霊薬が必要でもだからって娘の命のためにあの少女を殺せっていうの私どうすればあの栄次郎って人の言葉最も短絡的な手段そうだそれでいいんだ 薬さえ入手できたら、そうしたら、あの子を殺さずに、なんなら助け出すことだって。そう、そうよ。私だって、追い詰められたら、獣になる時はあるんだ。手段を選ばずに、目的を達成することだって。助けなきゃ。そうだ、助けなきゃ。あの子も、ヒナも、みんな。私が、やらなきゃ。 ああ、誤作は来なかったな。いやでもそうなっちゃうのか、そういう考えになっちゃうのね。いる、やっぱり五作よし、<laughs> 覗いてたやることは決まった。覚悟はできた。あとはみんなが起きる前に、すべてを終わらせなきゃ。やるの余裕こ。えクソ貴重やん、あいつ。おい。 やはりあの女。何くそ勃起してんだろうな、今。これはいいことを見聞きさせてもらったね。あ、声も聞こえたのね。へへ。いやねん、こいつ。下心はないのか。でもなんかあるな。ある意味下心か。起きて。ひなちゃん、起きて。出ましょう。 この村から抜け出しましょう。うん。うわ、栄二郎いるやん。まあ、いるか。よかった。起きてくれたのね。私よ、私。覚えてる優子。そう、私。私の言うこと聞いてくれるうん。二人で、この牢から、家来村から逃げ出しましょう。逃げるそう、そうよ。 こんなところにっちゃいけない。あなた、このままじゃひどい目に遭うのよ。わかってるうーん。まだ無理か。でもね、もたもたしてちゃダメ。うん。急がなきゃいけないの。ひなちゃん、私と来てくれるうん、いいよ。私、ゆう子のこと好き。ゆう子がいるなら嬉しい。ありがとう。こいつはそういうことなの、江次郎さん。 私の味方になってくれるえいぶん面構えが変わったな。腹を決めたって感じだ。鍵をちょうだい。本当に決意したんだな。正直驚いたよ。ここまで思い切るとは想定外だ。ただの娘かとも思ったが、見く、見くびりすぎていたみたいなんだな。うん。お願い。早く鍵をちょうだい。時間がないの。鍵ならここにある。 だがどうしてそこまで思い切れたんだ薬を持ち逃げするならまだしも、おひなさまは高い子さまの最後の武器だ。彼女を連れ去れば間違いなく追手が差し向けられるだろう。何か対策でもあるのかないわ。何もない。ならどうしてだ。どうしてって、こうするしかできないからよ。私だって方法を選んじゃいられない。あなたの言う短絡的な手段に出ただけよ。別に、 正義のためとか、偉そうなことを言うわけじゃない。この村や、高彦さんが正しいとか、間違ってるとかも。そんなこと、私の立場じゃ判断できっこないだろうし。私は、私が嫌な思いをしたくないから動きます。娘の命を諦めることも、ひなちゃんを見殺しにすることも。そんなのどちらもできない。自分の気持ちが耐えられない。だから、彼女と薬を盗むの。盗んで、どこまでも逃げるの。 自分の恋にしたかっただけ、それ以外の理由ってあるなるほど。バカ正直な姉ちゃんならうちの村にも、あんたみたいなのがいればな。私が、それだったか。私の他に、もう一人か二人、そういうのがいればな。村もまた、違ったのかもしれん。ねえ、早くして。急がなきゃ。わかるでしょああ、わかったよ。 鍵をやってもいいが、そうだな。あんたの写真、一枚くれよ。それであの家に飾ってたんだ。は正直、好みだった。いや、いいだろ、今、そんな。早く開けろや。気まず気まず通。いいけど、これしか持ってないの。この村に来た時、高彦さんたちと撮った写真、これでいいうん。 どうも大事にするよほら鍵だ受け取りなおうええー、これで結局どうどうなったの力の鍵を手に入れたさあ捜査捜査できないぞありがとう一応お礼を言わないとねあなたのおかげかもしれないいいさやれるとこまでやってみるといいただ気をつけるんだな お手に捕まればあんたの命は良くなるあるいは村に拉致されて入念な思想を強制を施されるだろうどちらになろうとも倉木優,優子としての人生は終わる自分の苦痛から逃れるために必死なのは孝彦様も同じだそれだけだよ言いたいことはじゃあな優子ちゃん再会せずに済むことに乗ろうええ絶対逃げ切ってみせますとも おう。行くのか。さあ、ひなちゃん、私と一緒に行きましょう。二人で、外の世界に行くの。ああ Here we go! めちゃめちゃ歩いてるやん。早く走れよ。めっちゃスキップしてるに見える。五作 刀あるよなさせやっと追い詰めたわ。妙に逃げ足が早いのね。えへっ、へ <laughs> っあ、霊薬あんたも相当に足腰が強いようで。しかし何故にこんな追い惚れを詳しく教える時間はないわ。要件だけ伝えさせて。霊薬をそこに置いてとっととうせろ、ですかい 見てたよ、全部こいつ、すっぱだかも。あなたどうして図星かな図星ですかな殺せ。聞かれていたのね。はてさて、どうでしょうなまあ、そんな細かいことはどうでもよろしい。それよりもですね。へへ。まあでも体要求すんなよ、てめえ。あんたは、私を追っていたつもりなのでしょうが。 私としちゃ、あんたをここにおびき寄せる腹積もりでね。ここなら人目がない。静かにしていれば見つからない。無論、高彦様にも。そして周囲には私の部下が待ち伏せている。腹心の部下ですよ。私の命令を何でも聞く。あんたが私に何かしたらたちまち矢を入れることでしょう。そのように命じておいた次第で。ふっ。へえ。 これはいわゆる罪ってやつじゃありませんかねあんた何のつもりよ。私のことを捕まえたいの。それならさっさと。いやいやいや、そんな観念なさらないでも。私はあんたの味方なんです。礼薬差し上げましょうとも。おひな様とかいうそこの娘にも私はとっちっとも興味ありません。所詮まがいものの女にすぎませんからね。あんたの盗みも脱走も見逃してやろうって言うんです。どういうこと あなた何がしたいの大体嘘つくわ。おしゃべりはいいからはっきりと言っていえね。私も必死なもんでして。あんたの、あんた方の言う苦痛から逃れたいってやつですかまあ私は欲しいものを手に入れたいだけなんですがね。へえへえはあ、何が言いたいか全然わからない。直球でいなさいよ。何の取引をするつもりなの私は急いでるの えー、急ぎましょう。急ぎましょうとも。では、白状しちまいましょうか。なん、何年、ね、ほんの一時で構わないんで、祐子様。あんたを、あたしのものにしたいなと思ってるんですよ。させ。へへへ。その顔、その顔ですよ。初めて見た時からあたしれてしまいまして。 そのすもした顔、肌を、思うまま、なぶってやれればと。こいつおっと、部下どものことを忘れちゃおりませんよね。つ、高い策を考えようにも時間は残されちゃいませんよ。あんたが純白を惜しむうちに村の連中が目を覚ませば、たちまち捜索部隊が結成される山中をひっくり返すでしょうね。あの血生臭い連中から逃げ切る自信は終わりですげ あんたはできるかもしれませんな。だが、後ろの娘さんは、つ、さて、急がなきゃいけませんな。私の気が変わった大声で人を呼ぶかもしれませんし、困りましたね。このクソ野郎。殺せって。ごめんね。ちょっとここで待ってて。すぐに全部済ませるから、ね。有効大丈夫 ええ、大丈夫。殺せ。あ、でも、霊薬がねえんだな。どこにあるか分かんねえんだ。大丈夫。お覚悟はよ、お覚悟はよろしいかな。では、そちらの暗がりに。<laughs> ええへへへゴミクソが腹立つ。ぐちゃぐちゃになればいいのに。んそれは、間違いない情報なんだな。 記録がありましたので、おそらくは確実か、あ、チクラなんということだ。春山忠種は、当主の座に着く前、ひどく高職な男だったようで。うん。その地位を乱用し、多くの村人に手を出していました。生まれた子供は、秘密裏に平民の家を押し付けられ、自分が春山家の人間であることを伏せながら生きていたようです。えあ カなコ正確な人数は分かりませんが、当時の村にはかなりの数が。まずいな。いや、まずいの、おめえなおい、また白目向いてる <noise> はなんで今そうなんねんおいちょ、ちょ、え待って。あれどうなってんのえ、なんで一緒にいんのえ、あ、ゆうこ、本当に大丈夫 さっきからずっとなんだか泣きそうな。悲しいうん、大丈夫。ごめんね、心配させて。大丈夫なのよ、ほんと。ゆうこそう、そうよ。大丈夫。あんなこと。<laughs> うわぁ。くそ、あんなこと。何もかも忘れてやる。え、え本当に平気ええ、心配しないで。 こんなのすぐに回復する私が気にするもんですかうわ誤作死ねばいいのにマジであ優子見てあれ外の世界だよねあ何出れたのか村から 村っていうか村の範囲からほんとだやっとここまで来たすごい広いな追ってるでしょでも落ちんねんお前ねえ優うこんゆうこはさこれの向こうに住んでたのそうねこの ずーっと向こうにいたの。あの山よりも高い建物がたくさん並んでる場所なのよ。あれよりも高い。怖いひなちゃん。ううん、平気。ゆう子もいるし、私楽しみ。そっか。なら、頑張ってたどり着かないとね。ねえねえ、ゆう子の家、どんなところそうね。私の家はね、海の見える広大の、高台の、 10階建てのマンションでマンションそのたくさんの人が住んでる大きな建物みたいなところねそこで生まれたばかりの女の子と二人で暮らしていたんだ女の子私よりも小さいあは <laughs> そりゃもうずっとずっと小さいのよ二人で家に戻ったらひなちゃんも仲良くしてほしいなうんえ こんな平和に終わるわけないよね。ちょっと、ちょっともうどっちも気になるんだけど現実もごめんなさい。私は、出しまった。知らなかったの。あいつが、なんて。あこごめんなさい。 私はちょっと待って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 。俺理解できてない。え <noise> 私は春山の血と血。あ、そういうこと <noise> 逃げてだから、結局春山やん春 <noise> 山の血 <noise> ひっどうして貝が <noise> 血入ってるやん腰が。で、多分、 その電話も今ヤコ知って知ったってことか晴山の血入ってますよってなんでいやえっ逃げてあああうあっ宇くん亜子さんうのさん無事でしたかよかったうのさん私あこさん大丈夫大丈夫ですよにしても一体何がえっ、ー、逃げましょうはい Let's go。かなこ、はっ、やこさん、かなこさんも <laughs> 逃がさない。誰一人許さない。くやこ。ヤコーなんというざまだ。私としたことが完全に計り間違えていた。まさか血縁がまだ逃がさない。許さない。みんな。 泣く泣きの姫のもとにフんフんフんやむをえんなえっ、え、筒よはあ、はあ、ぐっ夜ヤコさん違う私のことはいいいいから君は逃げるんだなるべく遠くに無理だってそんな意味ないで分かってるでしょあんたもってでっても君は 春山家の血を引いていない肉体的には確かなことだしかし詳細は不確定だがおそらく君は春山家の人間として血液の呪いに認識されているええー、持っていけ何村への血あっぱキャラ村は最後に行くよねーどうなってんだ今彼女死んでないこれはあるいは君に必要となるものかもしれんあらゆる手段を使うといい 何をして何をしてでも生き残るんだ宇野君と二人で力を合わせてな今言えるのはそれだけだ夜光はおい出たよこのデコヒロコうっ数が増えてきたら夜光さんあなたも一緒に行け誰とも逃げろでもこれじゃ夜光さんがいいから行くんだ私は加奈子を救出せねばならないで,ですが行くんだ 私を信じろはいはっはっコさん行きましょうやだは<え>っやこさーさん先を急げましょう、アコさん会に捕まらないうちにやだはっは何なんだお前あおいアコさんアコさんじゃねえやっこっ <laughs> ちょっっと待てお前来んの早くないねちょっとなんかそれっぽいこと言ましてよやこさん<ー>からこちゃんあったい今までありがとうじゃあね<笑><笑>やフフさん行きましょうこっちでサーコさんえー、エミリーえエミリーちゃん嘘だろ達也もはっ 君たっくん久しぶりずっと会えなくて寂しかったでもこれからは寂しい思い出もしないで寂しい思いもしないで済むかな私のところへおいでよすごく幸せになれるんだああか体が動かない北極たっくん逃げちゃダメなんだよアコ <laughs> 構えた。ねえ、私のこと好き？いいんだよ。全部知ってるんだから。や,やめ。あっ、私と一緒になろう。へ <laughs>。あ、あ、あ。がじしゃ。え？どっち？やめてエミリー。隠ったの。うのさん。 意識がそっか俺ここでエミリちゃんうのさんうのさんしっかりあこさんそうだあこさんこさん,アコさん逃げてください <laughs> え嘘い言ってくださいあこさんだけでも何度かでも私そんなあこさん えー、ダメ、私そんなの嫌逃げて、こっちに来たら私、エミリーを信じてる。エミリーはそんなことしない。エミリーから出て行ってしあ、だからさ初から使えよ、バカ怪我するまいできたのかよはっはっ消えた。危ねえうのさん強くなりましたね。ひどい怪我 大丈夫立てますかええ、大丈夫です。よかった。うのさんに何かあったら私。いやー、もうヤコウもカナコも死ぬんか、これ。なーに、それ。まずい。逃げましょう。はい。ええなにもう、助けてー。よかった、ね、でもう、うのくん死ななくて、もう一つの選択肢ないの。 二人で走り続けるうちに、会は見当たらなくなっていた。ひとまずは助かったのか、呪いに誘導されてるだけなのか。夜光さんがいない今、それはもうわからない。ともあれ私も、うのさんも、心と体の限界,が限界が近づいていた。どこか、休める場所を探しましょう。彼の言葉にうなずいたあたりから、私の記憶は暗闇に沈んでいった。 幕開がお、お、幕開いごいええ。おい、えー。ちょっと待って、もう一つの選択肢なんなのじゃあ。そう、次から最終しようか。ちょっと待って。気になるからさ。このせ、もう一回戻っていい。逃げようごめんなさい。ごめんなさい。うのさん。えこれは別の結末だよね。何も考えられなかった。逃げることで精一杯だった。 うのさんも、やこさんも、あの巫女服をまとった女の人だって。誰も彼も、私の中に存在しないも同然だった。だからこそ会議から逃げ切れたのだろう。気がついた時私は路地裏に座り込んでいた。会議はどこにも見当たらなかった。そして、隣には、もう誰もいなかった。 ん、うんううこれはこれでバッドエンドだよね。どうなんのなあ、あれ。ええー、顔は思ったより可愛いな。やめとこうぜ。あの様子は明らかに。はっ。どうせなんかやらかして、ちいぼうじきになってるだけだろう。あとは酔っ払いかもな。ビビってんのかねえねえ、君。君、そこで何してんの そんなボロボロの格好でさぁ、もしかしてホームレスって、は <laughs> は、殴らうねよかったら俺、暇してるからさぁ。あ、ああ、ああんほら、やめとこうぜ。関わっちゃいけない奴らって。あれ、うのさんえ、俺違う。あ、ああ、うのさんは私が見捨てた。 私が殺したんです全部私が悪いんですちょ、えほら行くぞあ、あ、お,うおうごめんなさいごめんなさいやっぱり助けるべきだった私どうすればいいの誰もいなくてこのまま寂しいよ誰かすげえ髪色のやついるんだけど おいこれ電車ああ、うわあうんここどこにゃあおひっひっいややめて殺されるえああれ私どうしてこんなことをしてるの ここどこうのさん、やこうさん、私何をすればいいのこれじゃあまるで生きながら死んでるみたい。そっか。私もう死んでるのと同じなのかなならいっそ。だよね。宇野くん うのさんでも、あの時、うのさんはし、あ、もう、あれだ、敵だわ、あれ。敵だわ。助けに来てくれたわけじゃねえ、死んだわ。あ。う,うん。そんなことない。あんなの全部嘘なんだ。<laughs> あそこに、うのさんが見えるんだもの。誰が何と言ったって、私には見えるんだ。いるんだ。あ <laughs> あれお母さんもお父さんもいるエミリーもみんなみんな手つないでるあはは <laughs> ええー、よだれ出てるぞ私みんなに会いたかったずっと寂しかったもういいよねはは <laughs> 今行くからね消えちゃったりしないでね 私、とっても幸せ。てんてんてん、てんてんてん。テンテンテンはい。よし。よかったよかった。うん。まあまあまあ。こういうバットエンドもあるところですね。よかった。うん。よ、よくねえよ。何言ってんだ。結末13、車輪の下。うん。すごいこのゲームうわ、順調だ。あとエンディング5個もあんのか、バットエンド。で、こっちにも5個あるからね。結局、まだまだ続くんだな。 はい、えー、幕会もすごいボリュームでした。てか、今回多分一番長くなっちゃったかもしんない。区切ってんのかわかんないけど。いやでも区切ない方がいいよな、幕会だし。ね、幕会を、今までさ、いろんな章区切ってこなかったのに、幕会だけ区切るって意味わかんないもんね。だ今回ちょっと長くなったかもしんないんですけど、面白かったねー。じゃあ次が多分最終章だねー。終わり